36回目のローカルチャプターミーティングに集まっていただいてありがとうございます。おーいですね。今日はですねエントリーがですねなんか220人ぐらいいらっしゃるらしいんですけど、まだね雨のせいっていうのもあってですね、集まりっていうのが多分150人か70人ぐらいじゃないかなというふうに思っております。今日はですねワスプ、まあこれは恒例で聞いてるんですけども、ワスプっていうの組織を前から知っていた人っていうのをこのイベントの前から知ってた人、お結構やっぱ知ってますね。お嬉しいですね。このオワスプジャパンのチャプターミーティング、ローカルチャプターミーティング初めて参加される方っていうのはどれぐらいいらっしゃいますか。お結構半分ぐらいは初めてなんですね。ありがとうございます。ですね、結構ですね毎回ね初めていらっしゃるという方も結構いらっしゃいまして、我々としては非常に嬉しい限りです。でこのオワスプという組織はですね世界中でこういうねローカルチャプターミーティングと各地域で活動しているんですけれどもね、なんとこの嬉しいことにですね日本のローカルチャプターミーティングの集まりっていうのは異常な良さなんですね。他の地域だとですね大体その、まあ、50人集まるか集まらないかぐらいなんですけど、日本はね毎回100人以上集めるというこういうイベントを繰り返しております。で私はオワスプジャパンのリーダーをさせていただいております上野と申します。皆さんよろしくお願いいたします。であと本当はですねもう一人リーダーで岡田良太郎というものがいますけれども、先ほど紹介したようにちょっとインタロップの方からねまだ帰ってる途中だと思いますので、今頃風に弱い京王線でどっか負けてるのかもしれませんと、そういう感じじゃないでしょうかと。で本日イベントはですね普段いつも1時間半でやっておりますけれども、今回コンテンツが盛りだくさんになっておりまして2時間となっております。なのでなるべく早く始めたいと思っております。で今日の1番目のトップバッターですね、早速始めたいと思いますけれども、長谷川陽介さんになります。これは HTML5 のセキュリティということですね、はい、じゃあ早速お願いしてもよろしいですか。はい、じゃあ長谷川さんよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんばんは、長谷川陽介です。今日は HTML5 のセキュリティの話をします。で、まあ、HTML5 のセキュリティの話といっても非常に幅が広くてですねめちゃくちゃあるんで、今日はその1ということで基礎編と XSS 編ということで、多分その20ぐらいまでありそうな気がしますけど、ね、多分なんかね最後の方は画像ファイルをとかまあ私普段はネットエージェントという会社でファイル名リネームするようなお仕事をしててですねまあそんなことはどうでもいいんですけども、ちょっと時間がないんで巻きでいきますけども、 HTML5 で増加する脅威ということで、まあ HTML5 じゃあ具体的にセキュリティ上どんな問題が出てくるのかということのちょっと背景を考えてみるとですね、まあお分かりだと思うんですけども、次々とそのブラウザーのリリースがすごい勢いで出てきています。でその新しいバージョンが出てくるたびにですね新しい機能が増えていくと、例えばキャンバスとかビデオとかオーディオインプットみたいなこういった HTML5 特有の新しい要素とかが入ったりですね、あるいはその JavaScript から使える API がどんどん増えていく、 Web セクエット、 Web ストレージ、 Essential Level 2、これ以外にもいろんなものがどん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 増えていくとかですね。でその表面に出てこないところではですね JavaScript の速度がどんどん上がっていくとか、あるいはその描画エンジンがどんどん速くなっていくとか、もう自分の普段使っているブラウザでさえもどのバージョンであればどんな機能を持っているかというのは多分誰にももう把握できないぐらいの勢いでですねブラウザというのが日々変わっていってる、本当にもう日々って言っていいぐらいの勢いで更新されてますよね。で実際 HTML5 でどんな機能が増えてみましたかという代表的なものだけ挙げてるんですけども、例えばマルチメディアのサポートということでビデオ、オーディオ、キャンバスとかですね、あるいはその文書構造を表すような要素、セクションとかヘッダー、フッターとか、ちょっとヘッダーとか消えたのかな、あるいはフォームの拡張とかでですねインプットタイプイコール E メールとかインプットタイプイコール URL とか、そういう使いやすいものが増えてますよね。でさっきも述べたように JavaScript の API とか、まあ、それ以外にもいろんなものが増えてますと、こういうのがまあ代表的な HTML5 の新機能、まあ、純粋に HTML5 でないものも入ってますけども HTML5 と一般的に言われているような範囲に含まれるようなものですね。でですね、HTML5 時代のブラウザということ で, です、ね、そのどんどんブラウザが高速化高機能化していくに従ってです、ね、その今までサーバーサイドでやってたような仕事が全部クライアント上で実行されるようになると、結局サーバーサイドに送って実行結果だけをクライアントに返すよりかはブラウザ内で JavaScript で実行した方がインタラクティブに動くということで、どん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 その実行コードがブラウザ上にシフトしていってます。で当然ネイティブアプリっていうのはウェブアプリにこう置き換わっていて、みんな誰しも今 Gmail 使ってるかのようにその普通の MUA を使わなくて Web メールを使いますとかですね、これまでそのローカルのアプリケーションを使ってたものが Web アプリになって、その Web アプリでさえもどんどん JavaScript 上でコードが実行されるようになると。で当然ですね攻撃もクライアントサイドにシフトしていくんですね。これまでであればサーバー側を狙ったような攻撃があったものがいわゆる自動的攻撃 JavaScript に
あるあのクライアントに対して JavaScript を送り込むとかそういった攻撃の方がどん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 その攻撃の面が増えていくので量が増えていく。であるいはそのやってる処理の重要度が増えていくので攻撃自体の影響度が増えていくとかそういった背景があります。でですね、具体的な攻撃という点で見てみるとですね、XSS っていうのがまあやっぱり分かりやすいですね。HTML5 の新しい要素が増えてくるんで、何かこうスクリプトが動くような可能性が増える場合があるとかですね。あと JavaScript のコード量が増加するので、単純にそのコードのミスみたいなもので、ノムベースで XSS みたいなのが増える可能性が増えるというのがあったりとかですね。あるいはそのちょっと特殊なもので AJAX データによって XSS が起こるとかですね。あるいはその HTML5 周りでですね、CSurfがちょっとだけ可能性が広がるんですね。これ、まあ、CSurfがの脅威自体が増えるというわけではないんですけども、XHR とかを使ってリクエストを送らせるということで、これまでであればあまりそのできなかったような複雑なリクエストを XHR を使って組み立てて CSurf を起こすようなことができたりとか、あるいはオープンリダイレクターみたいなものが増えやすくなってます。JavaScript でロケーション .hrf に代入するような類のものは、これまであんまりなかったんですけども、あ、岡田さんが来ましたね。リーダーの岡田さんが来ましたね。でまあ、そういったものでリダイレクトが増加したりとかしてます。で、まあ、このあたり、まあ、その HTML5 だからというよりは本当に JavaScript のコード量が増えたからってそれによって可能性が増えているというそういう面が大きいですね。まあ、それ以外にも AJAX データの情報漏洩しやすいとかですね、あるいはその API の使い方が悪くって例えば Web ストレージに入っているデータが他のアプリケーションから見れてしまうとかそういったものがあったりとかしますね。ですね、これマイクロソフトのMSDN の中に入っている文章なんですけども、セキュリティに関するブリーフィング、ウェブに対する SDN の適用という文章ですね。これ、XSS が増えてますということに対してですね、多くの点から見て XSJAX の危険性はファーオーバーフローに匹敵しますとかこう大げさなことを言ってたりとかしてですね、だいぶこれちょっと盛りすぎですよね。XSS って基本ドメインまたいでの攻撃ってできないんで、その特定のアプリケーションしか狙えないバファーオーバーフローに比べるとだいぶ弱いですけども、まあそれぐらいその攻撃を重要視してますということが多分言いたいんだと思います。こんなのがあったりとかしてますね。で、まあちょっとここから背景じゃなくてですね、実際の HTML5 時代のブラウザーのセキュリティのコンセプトみたいな背景的なところ、基礎的なところを見ていきたいと思います。で、まあブラウザーのですね、今セキュリティ守ってる基礎の部分ですね、2つのコンセプトがあります。セームオリジンポリシーと CORS って呼ばれるこの2つちょっと説明します。で、近代的なウェブにおけるセキュリティ確保のためのコンセプトというのもこれが2つが非常に重要です。で、1つ目がセームオリジンポリシー、 SOP とか呼ばれるやつ、日本語だと同一生成元ポリシーとか呼ばれてますけども、まあ、セームオリジンポリシーですね。あと CORS、 あんまりこれは普段聞き慣れない言葉なんですけども、クロスオリジンリソースシェアリングっていうこういった概念もあったりします。で、そもそもじゃあセームオリジンポリシーって何なのっていうよく聞くんですけども、これ改めて説明するとセームオリジンポリシーのオリジンっていうのがこれ RFC6454 っていうので定められてる概念なんですね。オリジンっていうのはその URL の中のスキームとホストとポートの組み合わせ、この3つをオリジンと言いましょうと、そういうふうに決まってます。スキームプラスホストプラスポートですね。例えば http コロンスラスラ example.jp っていうのとですね、http コロンスラスラ example.jp スラッシュ foo っていうの、この2つ上2つはですね、どっちも HTTP スキームでホスト名が example.jp、 ポート名明示してないですけども HTTP なんで80番ポート、じゃあこの2つは同じオリジンを持ってますと、そういうふうに言います。3つ目もですね、明示的に80番ポートつけてます。明示的に80番ポートつけてるけどもスキームとホスト名とポート上2つと同じなので、この上緑で書いた3つは同じオリジンを持ってますと。一方ですね、下赤字で書いてある HTTPS コロンスラスラっていうのはですね、これホスト名は一緒ですけどもスキームが違いますよね。まあ当然ポートも違うんですけども、明示されてなくてもポートも違うということで、これは上3つとは違うオリジンを持っていると、こういうふうに解釈されます。でですね、あとHTTP とか HTTPS でないようなファイルとかデータとか JavaScript みたいなその疑似 URL スキームと呼ばれるもの、これはもう本当に実装依存というかその状況依存だったり実装依存だったりで、あまり明確なルールはないんですけども、ブラウザごとにそれなりのルールを持って動いてます。でですね、オリジンっていうのをプログラム内で扱おうと思うとですね、それを特定の正規化した表現でやっぱり表せないとまずいよねということで、例えば http コロンスラスラ example.jp っていうオリジンはですね、この下3つの場合この http コロンスラスラ example.jp っていうオリジンになりますと、スキーム
プラスそのコロンスラスラプラスホスト名で、まあ後ろポートがあれば80番でなければ81とか82とかその明示的にポートがついたりもするんですけども、こういったものを正規化した文字列で表す表現方法があったりします。で最近の WebKit とか、まあ、Firefox もベータかナイトリーぐらいにも載ってると思うんですけども、 location.origin という JavaScript からアクセス可能なプロパティがあって、これを表示させると上に出したような http://example.jp というのが返ってくるんで、何か JavaScript 内でそのコードのオリジンというのを見たい、比較したいという場合には location.origin とかが非常に使いやすい、こういったプロパティがあったりします。でですね、実際じゃあセームオリジンポリシーに基づいて動作するような、何がセームオリジンポリシーに基づいて動作するのという見ていくとですね、 XML HTTP リクエストとか明らかにそうなんですよね。その自分のオリジンに対してはきちんとリクエストを送ってそのレスポンスを読めますよと。でオリジンが異なるところに対してはリクエストは送れるけども、レスポンスは相手側が許可していない限り読めないとかですね、そのオリジンによって挙動が変わると、勝手にその第三者のオリジンの異なるところのレスポンスを読むことはできないようになっています。あるいはウェブストレージ、これローカルストレージとかですけども、これはそのオリジンごとにデータが保存されるようになっていると、違うホストあるいは違うポートとか違うスキームで作られたストレージのデータが他のアプリケーションでは読めないように当然ですけどもなってますと。まあ、ちょっと IE8 は若干おかしかったりして HTTP と HTTPS 同じで見てますけども、原則としてオリジンに基づいてますと。あるいはその X フレームオプションズ、 I フレームの中に埋め込んでいいですよダメですよという許可するオプションで、これでセームオリジンというパラメータがあって、まさにオリジンが同じであれば I フレーム内で埋め込んでいいですとかいう、そういう指定ができたりとかしますね。あ、一方でですね、そのオリジンではないものに基づいていろいろ制約がかかっているもの、代表的なものはクッキーですよね。クッキーって別に HTTP でも HTTPS も原則同じものが共有されます。セキュア属性がついていなければ HTTP でも HTTPS でも共有されてしまうとかですね。あとドメイン名を明示的に書き換えれば、そのオリジンとは別のドメイン遡って上の上位ドメインに書き換えできたりとかですね、パスで制約できたりとかですね、全くそのオリジンとは関係ないところで動いてますよね。とあと HTTP 認証、ベーシック認証みたいなやつですね、これも同じようにパスとかで認証できてしまったりして、そのいわゆるオリジンではない単位で認証がかかったりしますと。あとあまり知られてないんですけども、ドキュメント.domain、 JavaScript から、まあ、普通読むだけなんですけど実はこれ書き込めるんですよね。ドキュメント .domain www.example.com とかでですね、これ www 消したですね、ドキュメントドメインに example.com って書き換えればですね、 example.com との通信ができてしまう、その中のドキュメントを全部読み込めてしまうとかですね、そのあったりとかしますね。あまり知られてないんですけども、あ、今の話か、これがこの辺ですね、今の話ですね。そうそう、でドキュメントドメイン、これ例ですね。例えばparent.example.jp というドキュメントの中でですね、ソースイコール child.example.jp というのをソースの i フレームに読み込んでいますと、コフレーム、小さいチャイルドフレームの中に読み込んでいますと、その時にドキュメントドメインイコール example.jp って書き換えました。で同じようにですね、その i フレームの中の方のドキュメントもですね、ドキュメント .domain イコール example.jp って書き換えるとですね、親の方はですね読めるんですよね。これフレーム 0.document.body.in.html とかこうすると、明らかにこうドメインをまたいだ状態で中の HTML にお互いからアクセス可能になると。非常にこれまずいことがあって、たまにツイッターなんかでも何ヶ月か前にこれで絹川雅人さんという人が脆弱性見つけたりとかしてましたね。こういうのがあったりします。忘れられたような機能ですけども、あまりむやみやみくもにこうドキュメントドメイン書き換えると痛い目に遭うことがあると。あります。で、まあ、セームオリジンポリシー、じゃあここまでの話をまとめるとですね、その何かっていうと、オリジンを境界としてリソースの読み書き、何か特定のリソースの読み書きを保護するための仕組みの総称です。これ40分って何分まで、 何分まで半から始めて10分まで、あと5分ぐらいで終わるん違うで、まあそうですね、セームオリジンポリシーというのができたのは比較的
話が整理されたのは新しい、セームオリジンポリシーという概念自体は古くからこう唱えられていたんですけども、きちんとそのセームオリジンポリシーとは何かっていう、それを話を整理してですね、じゃあそれに基づいた挙動をということで実装まで含めてできたのは割と比較的新しくてですね、ですのでその新しい機構というのはセームオリジンポリシーできちんと制約されている XHR とか Web ストレージとかもそうなんですけども、一方でですね古くからの機構っていうのはそのクッキーもそうですし HTTP 認証みたいに大昔からあるようなものは全然セームオリジンポリシー関係ないところでこうリソースの制約を制限していると、非常に分かりにくいですよね。で特にクッキーなんかでいうとその一番 Web の認証の要となっている部分にもかかわらずそのセームオリジンポリシー以外で制約されててですね、いまだにそのなんかパスとかドメインの設定がおかしいとかいうので問題が起こったりしますね。で、セームオリジンポリシーと並んでですね、もう一つ重要な概念が CORS、クロスオリジンリソースシェアリングっていう仕組みですね。で、CORS って何かっていうとですね、その基本さっき言ったようにデータのアクセスっていうのはオリジンを超えてはできないですよと、読み書きオリジンを超えてはできないですよと、ただそれだけだと非常にウェブアプリの幅が狭まってしまう、新しいウェブアプリケーションを作れにくいということですね。それを超えてですねクロスオリジンでリソースにアクセスするためのルールを明示的に定めましょうということでできたのが CORS です。 CORS っていうルールに従って動作するようなもの、例えば XHR レベル2とかですね、あとあんまり知られてないですけどイメージタグとかスクリプトタグとかあったりとか CSS の読み込みなんかもありますね。このあたり Firefox とか Opera、Chrome Safari なんかは実装してます。で例えば例ですけども、これ XHR であのオリジンを超えてクロスオリジンでリソースアクセスする例です。base.example.jp というところからですね another.example.jp というところに対して get でリクエスト発行しますよと、まあ、JavaScript のコードはもう普通にこれまで書いてきた同一オリジンの場合と全く同じコードです。ところが実際に飛ぶ HTTP のリクエストというのはこの真ん中の中段の部分ですけども、オリジンという HTTP のリクエストヘッダーがつきます。オリジンというのが先ほど言ったようにその正規化されたオリジン表記ですね、 http://ドメイン名っていう、まあ、ポート80は固定なのでデフォルトポートなのでつかないですけども、オリジンというのがヘッダーに含まれるようになりますよと。でですね、サーバー側はこのオリジンというヘッダーがついている場合にはどこか自分のオリジンじゃないところからリクエストが飛んできたということが分かるんで、それに対してそのアクセスして良いかどうかというのを判断できますよと。で判断してですね、これはbase.example.jp からアクセスしていいデータですよとかいうときには、あ抜けてるな、アクセスコントロールアローオリジンということでですね、どこのオリジンからはデータを読んでもいいかっていう、この例の場合はベースが抜けてるんでこれ base.example.jp からデータ読めないということになります。こういったアクセスリクエストレスポンスをそれぞれ返すような形になります。これが CORS の基本ですね。でですね、基本 XHR でオリジン超えてデータリクエストを発行するとですね、クッキーが飛ばないんですよね。でクッキーを飛ばしたい場合には JavaScript の方で XHR.withCredentials=true とかいう設定がいります。これするとクッキーがそのクロスオリジンに対してもクッキーが含まれるようになりますよと。で受け取ったサーバー側はそのクッキーとかオリジンとかを見てこれレスポンス返していいよねとかいうのを判断してアクセスコントロールアローオリジンとかいうのを返すと、こんな流れになります。でこれ以外にもですね、 XHR 以外にもイメージとかスクリプトとかでもクロスオリジンリソースシェアリングという仕組みが使われています。例えばイメージソースイコール何とかかんとか .takahiro.jpeg という、 こうイメージの要求に対してですねクロスオリジンイコールアノニマスとかいうこういう属性をつけとくですね、こうオリジンヘッダーが画像の要求に対してつくようになります。でサーバー側はこの画像このオリジンとか見てですね、画像返していいよとか読んでいいよとかいうのをアクセスコントロールアローオリジンで制御すると。でアクセスコントロールアローオリジンでちょっとこれ間違ってますけども、例えば base.example.jp というのがついている場合にはそのキャンバス経由でこの返ってきた画像をキャンバス経由でクロスオリジンであっても読み込み読み書きできるようになりますと。普通のキャンバスだとそのクロスオリジンの画像というのは操作できない、これだとできるようになります。でクッキーもつけて飛ばしたいという場合にはクロスオリジンイコールユーズクレデンシャルズっていうフラグ属性を設定します。そうすると画像のリクエストに対してクッキーがつくようになると、こういうのがありますね。
まあ、キャンバスで帰ってくるんでブラウザの中でなんか画像のサイズとかも判定できるようになるよね。であとですね、そのアクセスコントロールアローオリジンというレスポンスですけども、これアスタリスクをつけておくとどこのドメインからでもこの画像を読み書きできますよっていうことで、まあ、機密情報を含むコンテンツにですね、そのアクセスコントロールアローオリジンアスタリスクとかつけておくと攻撃者が用意した罠ページからその中身のコンテンツアクセスされてしまうので、機密情報を含む場合にはこんな指定はしてはいけませんという注意点があります。でここまでのまとめですけども、そうですね、重要な概念としてオリジンっていうのの説明をしました。でセームオリジンポリシーっていうのと CORS っていう話をしました。セームオリジンポリシーっていうのはオリジンを境界としてそのリソースの読み書きを保護するための仕組みの総称ですね。具体的に何か仕組みがあるというわけじゃなくて、その XHR とかキャンバスとかその要素要素によってセームオリジンポリシーをもとに何をどうするっていうのは決まってるんですけども、そういうのを決めるためのベースとしてセームオリジンポリシーがありますよと。でセームオリジンを超えてクロスオリジンでデータを読み書きするための仕組みとして CORS っていうのがありますよという説明をしました。でですね、ブラウザを狙う攻撃はですね、受動的攻撃なんですけども、その XSS はじめとしてですね、基本的にやるのはセームオリジンポリシーをバイパスするための攻撃ですね。これをバイパスしてオリジンを超えて例えば機密情報を取るとかですね、あるいは画面に偽情報を表示するというのが攻撃者が最近やること、これが非常に増えているという話です。ということでここから XSS の話をします。ですね、まあ、HTML5 関係なくですね、例えばこれまで XSS 対策をしてますとか言ってですね、よくあるのがその危険そうな要素を検出ですね、スクリプト要素、スクリプトタグとかオブジェクトタグ、アイフレームとかこういうのを文字列として入力からバーッと検出してですね、消してしまうとかですね、あるいはそのオンクリックとかオンなんとかみたいなそのイベントハンドラーとか HREF の中身だけ JavaScript になってないかとか、その非常にこう文字列一生懸命探して潰していくようなブラックリスト、いわゆるブラックリスト的な 対策ですね。でこ明らかに間違った対策なんですけども、割と未だに見かけたりとかしますね。で、仮にですね、この方法で現時点で知られているなんか危険な要素とか危険なイベントとかを全部潰していたとしてもですね、HTML5 でたくさんのなんか要素とかイベントが導入されてるんで破綻するんですよね。なんかインプットにオートフォーカス要素が増えましたとか、パターンとかこんな今までなかったような属性が増えましたとか、ビデオとかオンプレイ属性みたいなのが増えてますよと。でオンなんとかとか使わないでその JavaScript を動かす手段もあってですね、例えばボタンにフォームアクションイコールなんとかかんとかとか入れるとですね、そのフォームのサブミット時の動作としてこれだと JavaScript が動いたりとかですね、あのオンなんとかみたいな文字列だけを探しているようだと全然これだと漏れてしまうとかですね、そもそもそのこれまでの方法でダメなんですけども、それでも完璧にブラックリスト作ったんだとか言ってたとしても HTML5 の導入で一遍に破綻してしまうと。で、まあ、そもそもどうするかというと HTML5 とは関係なくその HTML 生成時にきちんとエスケープしましょうというのが XSS 対策の原則ですね。で次 DOM ベースド XSS、 JavaScript による XSS の話ですね。でドムベースで XSS も本当に JavaScript だけで起こってしまうような XSS です。サーバー側が HTML を生成するときには特に問題がないです。あの XSS 生成時にきちんとエスケープしてるっていうサーバー側では言ってるんですけども、 JavaScript でレンダリングするときに全然ダメですよっていうの。典型的なのがこういうあのインナー HTML に何かを代入するっていうようなパターンですね。このコードだと例えば div.innerHTML イコールロケーション .hash.substring1 って、ロケーション .hash っていうのがですね、あの URL のシャープより後ろの部分ですね。インナー HTML にその攻撃者が指定可能な文字列を入れてるんで、このまんまコードを実行するとインナー HTML にスクリプト要素が入ってしまって JavaScript が動くと。これサーバー側で別に特に問題ある文字列を生成してるわけじゃなくて JavaScript だけで起こるような XSS です。で当然 JavaScript のコード量が増えてきてるんで、こういった間違いっていうのがあの比例して増えてます。非常に増えてます。でこれ典型的な例ですね。これちょっと見にくいですけど marketplace.xbox.com というところですけども、後ろ URL イコール JavaScript なんとかなんとかって入れるとなんか2チャンネルになったりとかですね。これはなんかあの辺にマラさんが言ってた気がしますけども、大阪府警のこれそうですね、なんかやつにマラさんのところに置いてある HTML 差し込んでみたりとかですね。でですね、
ドムベースの XSS って非常にいやらしくてですね、ブラウザの XSS フィルター、最近の WebKit とか IE8 以降とかだと XSS 防ぐ機能が入ってるんですけど、これを通過することが多いんですよね。でしかもですね、さっきからお見せしているようなロケーションドットハッシュ、いわゆるシャープより後ろの文字列を使った XSS っていうのはですね、サーバー側にログが残らないんですよ。シャープより後ろってサーバー側には送信されない。そうすると例えばこういう大阪府警でこんないたずらされましたって言ってですね、これがこうになって何か対策として発表、対策しましたって発表して被害はありませんでしたって言い切れないんですね。何をされたかサーバー側には一切ログが残ってない、本当に怖いです。でさらにですね、 HTML5 でというか最近のブラウザーで JavaScript でhistory.pushState とかやって、その URL、 アドレスバーに書いてある URL を同一ドメインであれば自由に書き換えできるんで、そうするとですね、典型的な反射型の XSS でも URL 見てもですね、これ XSS がのなんかスクリプトタグが入ってるとかいうのが分からないんですよね。で実際に攻撃に遭ってしまった場合に、技術持ってるようなユーザーであっても自分がその XSS の被害に遭ったっていうのを URL 見ても区別できないことがあったりとかですね。でですね、あと IE6 が結構壊れててですね、ロケーション .search っていう JavaScript のプロパティがあります。ロケーション .search っていうのはあの URL の普通はてなより後ろですよね。でところが IE6 の場合はですね、シャープより後ろのさらにハテナより後ろっていうのがロケーション .search に設定されるんですよね。で普通だと div.in.html ロケーション .search.substring1 とか書いてあると、まあサーバー側には少なくとも何をされたかっていうログが残るはずなんですけども、 IE の場合だけこれだとサーバー側にシャープより後ろなので送られないっていうことで、これもまたいやらしいですね。でまあ、ここまでのまとめですけども、 DOM ベースド XSS っていうのは非常に増えてます。でその背景としてはやっぱり JavaScript の規模が増えてきたっていうか、コード量が増えてきてやることが増えてきたので、それに伴って増えてますと。で実際具体的な対策としてはどうするのかっていう話ですけども、これまでサーバー側でやってきたことと原則一緒ですね。HTML を生成するときにエスケープ、 HTML の生成ってなんだっていうことですけども、ブラウザで最終的にレンダリングされるときですよね、にきちんとエスケープされて、そのレンダリングされるようにしましょうと。で URL 生成するときには JavaScript スキームとかが入らないように、 HTTP あるいは HTTPS だけになるようにとか、あとまあ細かい話で言うと CSS のバックグラウンドイメージとか、なんかそのいわゆる HTML とかではないものに対するエスケープがよくわからないものっていうのは動的に生成したりしないようにしましょうと。イベントハンドラーもそうですよね。こういったあのどうエスケープすればいいのかいまいち判断が少ないようなもの、まあきちんとすればいいんですけども非常に難解なので、こういうのは避けましょうと。HTML 生成時にエスケープって、まあサーバー側で今までやってたようなことを言うと div.in.html イコールなんか文字列に含まれてる開き括弧閉じ括弧とかダブルコートエスケープみたいな困難があるけども、むしろテキストノードを使った方がきれいに書けますよねっていう、あのテキストノードを作ってそれを中にチャイルド要素として指定するみたいな、こんな方がきれいですよね。でまああと URL 生成時には HTTP とか HTTPS だけが入るようにしましょうと。これダメな例です。あの in.html イコール A タグの href イコール URL プラス何とか何とかで、こうリンクの設定みたいな文字列を作りたいよっていうの、これもきちんとあの DOM ノードを使って A っていう要素を作って、それの文字列としテキストノードとして URL その文字列そのものを設定するとか、あるいは属性として href 属性には URL 文字列を設定するとか、こういったことを DOM 経由で操作すればきちんとありますので、あの作られる URL っていうのが HTTP あるいは HTTPS だけで始まる文字列かどうかっていうのを最初に確認してますと、こういうふうにしましょうという話ですね。では一方でですね、その HTML を作るだけだったらいいんですけども、ロケーションドット href とかに代入してですね、リダイレクトするような場合にはですね、オープンリダイレクターが発生しやすいということで、これも何してるかっていうと、これ URL とサブストリングなんとかなんとかっていう、結局今のロケーションとその飛び先の URL っていうのの先頭部分が一致してるかどうかを見て、一致していればリダイレクトしますみたいなコードですね。こういうふうにしてあのオープンリダイレクターを作らないように注意する必要があります、リダイレクトする場合には。で結構ですね、 URL の判定ってめんどくさいんですよね。でなんかこう上野さんに宣伝してくれてお金もらったまだもらってないんで早くださいねあのこのめんどくさいウェブセキュリティ本非常に面白い、あのなんかすごいタイプミス多いんですけども
そういうのを差し引いても面白い本なんで、あの URL がどんだけ複雑かっていうのにですね、丸々一章割いて延々説明したりとかですね、面白いんで見てみるといいですね。次、あの AJAX の XSS の話です。これ今日園田さんが来るんで、ちょっとこれ今さっき急いで入れたっていうどうでもいいね。で、 AJAX データを利用した XSS っていうのがあります。で、 AJAX でやり取りされるデータ、普通まあ JSON とかテキストだったりするんですけども、それがブラウザ上で直接開くと IE が悪いんですけども、 IE がコンテンツタイプ無視してスクリプトだと解釈、 HTML だと解釈してスクリプトが動くみたいな話がよくあります。で、まあよくあるのがテキストプレインですよね。テキストプレインでなんか普通のテキストですとか言いながらスクリプトとか書いておくと、あの IE6 とか7とかで開くと、じゃあ HTML だと解釈されてスクリプトが動いてしまうと、はい、昔からあってなかなか治らないやつです。でですね、なんでこんなことが起こるかというと、 IE っていうのはですね、 Windows のアプリケーションの、 Windows って何してるかというと、拡張子のファイルタイプを決めて、それに関連したアプリケーションを開くっていうことをやってるんです。同じようにサーバーから送られてきたコンテンツに対してファイルタイプっていうのを探してですね、それに基づいたコンテンツの処理をしようとするっていうのが根本的な原因ですね。で、まあそのサーバー側は普通はそのメタ情報としてコンテンツタイプ、これはどんなリソースですよっていうのを返すんですけども、それ以外にもさまざまな要因からそのファイルタイプを決定してます。で、その非常に複雑なメカニズムで分析されてなくてですね、まあ、唯一手がかりがですね、この日本語だけなんか、あの どっかその辺に似てる加藤さんとかいう人が書いた文章らしいんですけども、ファイルタイプ決定のメカニズム解明にも近づく唯一のドキュメントっていうのが、このなんかダウンロードした時にどんなアプリケーションが開かれるかっていう KB ですね、があったりとかします。で、ファイルタイプがじゃあ実際どうやって決まるのかというとですね、まあいろんな要因があります。で、まあ、一番重要なコンテンツタイプ、これはサーバー側が開発するやつですね。これでおおよそどんなリソースなのかっていうのが決まるんですけども、それ以外にも X コンテンツタイプオプションズとか Windows レジストリの設定とかですね、 IE 自体のなんか拡張子ではなく内容によってファイルを開くとかです、設定がどうなってるかですか、あと URL 自身とかコンテンツのものとか、なんか Windows の設定がどうなってるか、なんかサーバーサイド知ったこっちゃないっていう、アプリケーション作る側はどうしようもない、コントロールできない話ですよね。で、実際図書くとこんな感じですよね。コンテンツ何か返ってきたときにですね、最終的にどういうふうに URL、そのリソースがどうやって扱われるか、どういうファイルタイプになるかっていうのをちょっと僕調べてみて書いたやつですね。で、まあバーッと書いてて、この一番真ん中ぐらいの太いところひどいんですよね。 URL の拡張子が .cgi または .exe または .slash とURL の拡張子ってなんだよっていう話ですけども、.cgi とか .exe の時だけ挙動が変わるっていうね。この PHP とかだと後ろスラッシュなんとかかんとかとか付け放題なんで、非常にいやらしいことができてしまうっていう。なんかクエリストリングからそうファイルタイプが決まるんですね。クエリストリングったらハテナより後ろですね。あと9分。とにかくですね、こうファイルタイプの決定のメカニズム複雑すぎて、多分今話をしても全然把握できないぐらい複雑、僕も説明しきれないぐらい複雑ですね。で、いつの間にかその挙動が変化していることが多くてですね、僕こういう説明あちこちでしてて、じゃあちょっとやってみましょうかってこうデモを見せると、前日の Windows アップデートで挙動が変わっててデモ大失敗みたいな何回かあったりとかですね。そもそも多分マイクロソフト自身もこういう挙動って把握しきれてないと思うんですよね。で、これ実際マイクロソフトであった事例なんですけど、 microsoft.com っていうところでですね、ビットバイマッピング .js JS を吐き出しているところですね。で、 v イコールなんとかかんとかっていう JS を吐き出しててですね、 v イコールっていうので指定したところで、ね、スクリプトの変数名が決まるっていう、 v で指定した値に変数名がなりますと、ところがここにスクリプトとか書けるんですよね。で、まあ一般的に考えて、でも JavaScript なんでテキストすら JavaScript で入ってるし HTML じゃないからいいよねって思うんですけども、さっき言ったように後ろスラッシュ A.html とかつけられるんですよね。A.html とかつけてですね、で中にスクリプトが入っててですね、テキストすら JavaScript だと、テキストすら JavaScript は Windows のレジストリに未登録とか、なんかよくわからないルールがあってですね、こんな風に動くんですよね。これはまあ当然直ってます。これ HTTPS のマイクロソフトで動いてるんで、非常に使い勝手のある XSS です。まあこういったふうに AJAX でテキストとかやり取りしてる場合、まあテキスト以外にもいろんなものがありますよね。 JSON とかだと JSON の文字列、 JavaScript の文字列なんで、まあ普通にスクリプトタグとかに相当する文字列とか入れても全く問題ないはずなんですよね。これ原理的っていうか理屈の上では。ところが IE でこれ開くと HTML 扱いされたりとかですね、 JSONP のコールバック名、さっきのやつに近いですね、 JSONP のコールバック名、関数名に相当する部分にスクリプトとか入れれるとか、あるいはその
テキストファイルとか CSV とかだとそもそもそのエスケープの手法ってないですよね。その生のデータやり取りしてるのにエスケープも減ったくれもないということで、もう対策どうやって対策するのっていう話もありますよね。でまあ対策としてはいくつか確立されたものがあってですね、一つは X コンテントタイプオプションズノースニフっていうヘッダーをつけましょうと。これまあ IE8 しか以降でしか効かない、 IE67 はもうちょっとダメなんですけども、そのいわゆるコンテントタイプ以外を見ないようにするっていう、コンテンツタイプだけを見てくれっていう当然の挙動になるっていうやつですね。これもつけておく方がいいです。でもう一個方法としては、その AJAX からやり取りしてるんで任意の X なんとかヘッダーみたいなのつけれるんで、その XML HTTP リクエスト XHR 以外のアクセスを、そういうのヘッダーを使ってですね弾いてしまうようにしましょうと。で X リクエスト Wiz とか JQuery とかだとついたりとかしますよね。で X コンテンツタイプオプションズノースニフとかいうのはもう全てのコンテンツにつけておくといいと思います。動的に生成してるとかですね、 AJAX のコンテンツだとか関係なく、もうありとあらゆるコンテンツに X コンテンツタイプオプションズノースニフというのをつけておく方がいいと思います。でもう一個 XHR 以外からのアクセスを弾くということで、もう普通 AJAX でやり取りしてるデータはあの XHR 当然使ってると思われるんで、 XHR 以外のものに対してスクリプト要素とか、あるいはアドレスバーに直接入れたみたいなのは全部弾くようにしましょうと。で具体的にどうするかというと、 XHR でリクエスト飛ばすときにですね、セットリクエストヘッダーとかで何か任意のヘッダーをつけておきますと、サーバー側はこういうヘッダーがついているかどうか見れば、その AJAX XHR から来たデータかどうかっていうのが判断できるので、 XHR 以外はそのレスポンスを404とか500返すとかいうのができます。まあ、JQuery とかプロトタイプ JS だとこういう XHR 使ったときにこういうヘッダーは自動的に挿入されます。実際のリクエストヘッダーこんな感じですね。なんか get の下にずっと見ると X リクエスト with とかいうのがついてるんで、サーバー側はこれをきちんと確認しましょうと。ということで今日のまとめですね、 XSS が増えてます。 HTML5 の導入で当然そのコード量が増えたんで XSS が増えてますけども、それ以外にもその新要素でできる可能性が若干増えたりとかしてます。あるいはその AJAX データによる XSS があったりとかしますという話です。で対策としては今までと変わりません。原則 HTML 生成時にエスケープきちんとしましょうと、その どんな HTML がレンダリングされるかというのを意識して HTML を組み立てましょうと。で URL 生成時には HTTPS の HTTP か HTTPS スキームだけを許可するようにしましょうと。で X コンテンツタイプオプションズはとにかくつけておこうということですね。で攻撃としてはそのまあ攻撃可能な場所っていうのは当然増えてますと。ただまあやることさえやっていればそんなに恐れることはないですという話です。ということで一応発表おしまいです。何か質問があれば、はい、長谷川さんありがとうございました。まだ5分ぐらい、ね、ありますからね。じゃあ、 あの質問タイムに行きたいと思いますけれども、質問などございますか。ものすごく手を振っていただけると見えるかなと思います。あ、はい、じゃあそちらで声が大きければそちらで、あとそちらにもマイクございます。あ、じゃあこちらにお越しいただけますか。どうも、あ、小川と申します。こう防御する側として、まあ、開発者なんですけども、原則としてこうクロスサイトスキームを防ぐためにクライアント側でもこう、エスケープしましょうという話があると思うんですけど、これ結構漏れやすくてやっぱり、はい、でもう僕のところで言うてのはこうエレメントを作るときは、まあ、テキストノードではテキストノードでとおっしゃったけど、エレメントを作るときもやっぱなるべくエレメントを作って追加しましょうみたいな話を割としてるんですけど、そういうこととかって割と、まあ、これ徳丸さんとかの話なのかもしれないですけど、お話とか出たりしてるのかなとか、そういう話。そうですね、基本だからどんなドムノードが生成されるのかという意識して、はい、インナー HTML に代入とか多分全然ダメですね、やっぱり。そうですね、代入とかあるとなんかやばいなっていう感じが、はいはい、まあそれで多分合ってると思います。 ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。他に質問とかありますか。あとですね、アナウンスとしてはですね、皆さん立ち見の方が多いので、実はですね、この前2つの列がですね、これ席なので、皆さんできる前にいらっしゃっていただければと思います。あとお席隣が空いてる人手を挙げていただけますか。隣の席空いてるよという人、はい、結構空いてます。はい、後ろに立ってる人ぜひね、IT 業界腰が弱い人が多いと思うので座っていただければと思います。他に質問ございますでしょうか。
あれ今入って聞こえたかな？関係ない。違いますか？大丈夫？ OK。 よろしいですかね、はい、はい、長谷川さんありがとうございました。皆さん拍手お願いいたします。長谷川さん、そろそろ HTML5 セキュリティとかって本書かないんですか？HTML5 セキュリティの本は書かないけど、はい、なんか噂によると、はい、本当は先月出るはずだったんで、何か資料が来月、はい、今月末ぐらいに何か HTML5 の本、はい、資料が出るらしくて、ね、お楽しみにしております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次、はい、次々といきますよ。はい、池辺さん準備をお願いいたします。途中で岡田さんがいらっしゃったので、岡田さん、はい、ご挨拶お願いします。すいません。あ、皆さんこんばんは。こういう時に大きな声を出さなくちゃいけないイベントじゃないので、本当はスルーしていただいてもいいんですけど、寂しがり屋の僕を相手してくださってありがとうございます。台風が直撃だということで慌ててですね、昨日あたりにメッセージを送ったんですが、受け取った方はどれぐらいいらっしゃいますか？アテンドで。で、熱帯低気圧に分解していただいてどうもありがとうございました。あとですね、こちらに到着するときにおそらく土砂降りで、その6時半ぐらいの頃から大行列がですね、六本木に繰り広げられてですね、大変なことになるんじゃないかと思ってですね、クレームを未然に防ぐためですね、補欠の方々に、できるだけ穏便にもう盛り上げ方向でお願いしますという、かなり強制的なですね、長谷川さんに言わせると回りくどいメールが言ったようなんですが、それを受け取った方どれぐらいいらっしゃいますか？なるほど。あ、今回でも補欠の、ちなみに補欠だと思ってたけど来たっていう方どれぐらいいらっしゃいます？なるほど。今日昼ごろに実は大量に枠が200に増えたっていうことに気がついた人どれぐらいいます？あ、なるほどなるほど。あ、どうもありがとうございます。 146% 感謝したいと思います。どうもありがとうございました。ですね、本日はですね、最後に大事なご相談というのがありましてですね、そこでまたちょっと一席喋ろうかなと思ってるんですが、まあ、なんかやらされるんだろうなと思ってですね、嫌な気がするというようなことで、お帰りになられるのも自由なんですが、まあ、この、あ、もしかして見てました、このワスプバッグまたこれかとか言うのやめてくださいね。初めて来た人も多いんですから、ね、これとですね、まあ、昨日ですか、リリースされたてのワスプトップ10、ね、2013発表されました。イエイ。ということで、そのワスプトップ10 2010のマグカップの価値がですね、今乱高下しておりまして、それのじゃんけん大会もやろうと思っておりますので、ぜひ最後まで、ゆっくり楽しんでいってください。じゃあ本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、ぜひ席前の方に本当に来ていただきます。後ろをね、わだかまってるとあれですので、はい、あと皆さん、ビールもね、ぜひ飲んでくださいね。僕は率先してもう3本目ですので、皆さん楽しんでいただければと思います。ビール、はい、それでは池辺さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、自動検査ツールでは検査、発見できない脆弱性についてちょっと話させていただきます。皆さん、どれくらい自動検査ウェブアプリの自動検査ツール使ったことあるかだって手を挙げていただけますか？あ、意外といますね。もうちょっと少ないかと思ってました。まあ、ちなみに私なんですけれども、一応ですね、この自動検査ツールというのを売ってる人です。まあ、一応検査の方も今やってまして、なんか やめたはずなのにまでやってるという状況です。で、まあ、今日はですね、まあ、こういったことを話そうかなというところで、はい、まあ、実際のところですね、まあ最初にウェブアプリの検査ツールどうやっているのかというところと、あとはまあ検出できない脆弱性というのをちょっと話させていただきます。で、まあ、ウェブアプリの脆弱性の検査ツールっていろいろあります。商用ツールもありますし、フリーツール、ちょっとまあ今調べてたのがこれぐらいしかなかったんですけれども、自動検査ツールというと、まあ、ZAP だとか、まあ、OASP で公開されてますね、こちらとか、まあ、プラロス、これも多分古いんですけれども、一応こういったところでできますし、よく検査をされているプロとしてやっている方は VARP とか使われているかと思います。それ以外に、まあ、商用の検査ツールでアップスキャンダーとか Web インスペクトといったもの、また日本の製品として PEX というものもあります。まあ、大体ですね、全部似たようなことをやってまして、ブラウザー、まあ、ユーザーさん、検査する人がブラウザーを操作して、そのリクエストを検査ツール自体がプロキシーとして動いてですね、そのプロキシーとして受け取ったリクエストを全て記録しておいて、ウェブアプリに検査して、まず検査範囲ですとかリクエストというのを記録します。
で実際に検査のフェーズでは、その記録したリクエストをもとにテストリクエストを生成して検査ツールが、まあ、実際にウェブアプリを攻撃かけるということを行っています。で、まあ、その返ってきたレスポンスを見てどうな脆弱性があるかないかというのを判断しています。で、まあ、大体判定方法で似たようなもの、全部どのような製品も大体似たようなものでして、この 2パターンですね。リクエストの記録した時のレスポンスと実際にテストをリクエスト送信した時のレスポンスを比較して、まあ、脆弱性があるかないかを見ているもの、あとはレスポンスの特定の文字列が含まれているかどうか、まあ、クロスサイトスクリプティングなんかは特にそういったパターンでやっているんですけれども、こういったもので判断するということをやっています。まあ、そういったところを踏まえてですね、実際に計算検査ではできない、検出できない脆弱性というものはどういったものがあるか、まあ、パターンとしては2パターンあります。一つは、まあ、脆弱性の仕組み上ツールだけでは検出できないような脆弱性、もう一つはアプリの使用によって検出できないような脆弱性というものがあります。まあ脆弱性の仕組みとして検出できないような脆弱性というのは CSRF ですとかメールヘッダーインジェクション、ビジネスロジックに起因するような脆弱性というものはまあ挙げられます。まあ、これ以外にもいくつかあるんですけれども、まあ、代表的なのはこんなものです。クロスサイトリクエストフォージェリー、またどうやって検出するかというと、検査時にですね、まあ、記録したリクエストと同じものを送ってみて、まあ、セッション ID だとかそういったセッション管理に関するものは別なんですけれども、それと同じものを送ってみて実際にレスポンスがですね、記録した時と同じかどうかということで判断します。したがってですね、実際に処理が行われているかどうかというのは全く判別しません。メールが送られるとかデータが保存されるとかそういったことは全く感知しません、ね、ですので検出するのはちょっと難しいです。あとメールヘッダーインジェクションなんですけど、これ実際にメールに送られるヘッダーに付加されるかどうかという判断ですので、ツールではですね、レスポンウェブのレスポンス HTTP のレスポンスしか見ないので、メールの方は全く見ませんから、これも検出できない。でビジネスロジックに関するもの、まあ、こういったものも当然ながらビジネスロジックは人が判断しないといけないので、これもやっぱり検出できないとなります。まあ、ちょっとあれですね、こちらがまあ今回の本題になるんですけれども、アプリの使用によって検出できないような脆弱性としてはこの5つのものが挙げられます。まあ、それについて一つ一つちょっと説明させていただきます。まずはですね、まあ、入力したデータを処理するページが数ページ後にあってですね、まあ、そこに脆弱性があるような場合、例えばこの1番目のページのところに、まあ、テストデータを入力するページ、そして次のデータ入力、3つ目がですね確認ページ、実際に最後が4つ目が実行するページ、処理を行う、データを格納するだとかメールを送信するだとか、そういったものがあったとします。そうするとここで攻撃パターンを入力した結果ですね、まあ、実際に脆弱性が発生するのが最後のページだったとしますと、まあ、通常のツールというのはこのリクエストに対するレスポンスしか見ないので、まあ、検出することができないです。後の分、平常に送った部分というのは実は検出しません。まあ、一部ツール、私が把握しているのですと、BEX というツールと、あと BARP ですね、 BARP も一応できるんですね。そういったものですと一応検出、その別のページというのも検出することが可能になります。一応アップスキャンについても、別のクロスサイトスクリプティングについてはこういったことができるんですけれども、ただほとんどのページ、ツールというのはテストリクエストに対するレスポンスしか見ませんので、全く後のページというのは感知しません。ですので、大変難しくなっています。まあ、次がですね、キャプチャーですがワンタイムパスワードを使用しているようなもの、あるいはメールで会員登録のページでメールがやってきて 1回しか使えない URL が飛んでくるかと思いますけど、それを使った会員登録のページだとか、そういったものですとか利用者認証のあるようなページ、あるいはまあそういうここに書いてある会員登録のようなものもやはり検出することはできません。というのも検査には記録した時のパラメーターの値をそのまま使います。そしてそれか、まあ、それ以前のレスポンスですね、リクエストに対するレスポンスの中に含まれている文字列を使用することはできるんですけれども、メールだとか画像だとかそういったものに含まれているようなものをですね、パラメータの値として使用することはできませんので、結果的にこういったものは検査することはできません、検出することはできません。あとはですね、何度も同じ処理ができないようなケース、例えばよくあるんですけれども、今日もちょっとありましたけど、パスワードの定期的変更というのがよく
ありますよね。例えば3ヶ月に1回パスワードが変更してくださいっていうのがログインした直後に出てくるようなページ、そこに対しては検査をすることはできません。あるいはこういった抽選ですね、抽選を行うように1回抽選すると次は1日後しかできないような、そういったアプリに対しては検査することはできません。やはりこれはですね、記録したリクエストを再送する形になってしまいますので、記録時に必ず処理を行ってしまいますから、それを1回やってしまうと普通です と、まあ検査することができません。当然そういったことを行う、リセットするようなページを用意しておいて、ページを含ませるということをやればできますけれども、そういったものをわざわざ用意しなければいけない。で、一度送信したテストリクエストが1回成功してしまいますと、その以後のテストリクエストを送っても実際には処理が行われませんので、結果的に検査を実際にやってないことになる、まあ、実際にはやったようには見えるんですけれども、やってないことになってしまって意味がないことをやってしまうという形になります。あとはですね、複数パラメーターを利用して発生するような脆弱性、まあ、これ最近あるかどうかは分からないんですけれども、不完全なシフト時数を使ったクロスサイトスクリプティング、例えば2つ文字列インプットタグ、ヒドゥンタグに何か埋め込む、連続して埋め込むような入力があった場合ですね、それを使って頭のシフト時数の頭の1バイト目だけを最初の部分に入れておくと、うまくダブルコーテーションが抜けてクロスサイトが実行できるというようなケースがあります。そういったものはやはり検出することはできませんし、あるいは、まあ、こちらはよくあるかと思うんですけども、パスワード変更処理で、新パスワードと確認用のパスワードを入力する欄があるかと思います。こういったところにですね、このパスワードを変更するところに脆弱性があるようなケース、あるいはメールを登録する際にも、メールと、確認用のメールアドレスという2つの入力項目があるかと思うんですけれども、そういったところで検出する、発生するような脆弱性というのは実際のところ検査できません。と言いますのも、検査ツールではどういうふうに検査しているかというと、一つのパラメーター1回のテストリクエストで一つのパラメーターだけを変更します。したがって2つ同じものが必要な場合だとか、あるいはさっきのように2つのパラメーターを使って検査を脆弱性が発生するような場合というのは実際のところ検査できません。これはですね、多分メーカーだとか作っている側の考え方としてはですね、検査の時間を減らしたい、どういう組み合わせでどのパラメータの組み合わせで検査できるか、脆弱性が発生するかというのをやろうとすると非常に膨大になってしまいますので、どうしてもこういったものは切り捨てるしかないという形になります。あとはですね、まあ、ゲームのような形ですね、ブラウザゲーム、まあ、皆さんやっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、レスポンスが一定でないようなケース、乱数によってレスポンスが変わってくるようなケースというようなものはやはり検出することができません。うまく、まあ、検出することができないというよりも過剰検知、あるいは検知できないというケースが多々あります。なぜかと言いますと、記録した時のレスポンスとテストレスポンスを比較するような形になりますので、どうしてもレスポンスが変わってしまいますと、同じリクエストを送ったとしてもレスポンスが変わってきてしまいますと、フォールスポジティブですから、フォールスネガティブというのが大量に発生してしまいます。結果脆弱性がいっぱい出てくるの で、まあ、どれが本当に脆弱性があるのかわからないというようなケースになってしまう、結果になってしまいます。まあ、ざっとこういったことなのでですね、まとめなんですけれども、ツールでは脆弱性を検出できない場合がありますので、ツールによる脆弱性検査というのを過信してはいけません。これは必ずツール、私も売ってますけれども、その時は必ず言っています。で、したがってですね、まあ、必要に応じて手動検査というものをする必要があります。だからといってですね、ツールによる検査が無駄かというとですね、省力化、例えば100個のパラメーターをあったらですね、一つのリクエストにページに100個のパターンを一つ一つ、手動ですと入れ替えなければいけません。その工数って結構時間がかかるんですね。めんどくさいです。そういったものをですね、カバーするのが、まあ、ツールだと思ってください。ですからツールさえちゃんと、まあ、十分そういった場合に省力化ということを考えますと、非常に有効なところもありますし、やはり手動によるところの検査というのもやはり有効なところがあります。両方組み合わせてやるのが一番いいです。
というわけで最後はですね、脆弱性検査ツールのご利用は計画的にというところで、最後に締めさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、池辺さんありがとうございました。だから質問とかございますでしょうか。はい、ツールの中で、ドムベースの XSS を検査するようなものっていうのはありますか。実は あります。というのはどちらかというとドムベースの検査手法というのはですね、ソースコードの検査ツールという形になります。例えばですね、そういったものですと、まあ、法規を入り出すとか、ああいったところで多分検出できるはずです。で、まあ、こういったツールの中ではアップスキャンというので一応検査することができます。ただし誤検知かなり多いです。わかりました、ありがとうございます。他に質問ございますでしょうか。はい、指導の検査員に期待する検査、はい、検査ですか。それは今ここで話したようなこのよ、これこういったことですね。この5つと、まあ、こういった3つのあたり、こういったところ、あとセッション系というのは実はセッション ID のがかん、ここではちょっと書いてないですけれども、まあ、推測可能かどうかというのは意外とツールだけでは分からなくて、人がちゃんと見て傾向があるかどうかというのを見ないといけないので、ちょっと難しいところではあります。よろしいでしょうか。そう、まあ、そこは本当にプロの方結構いらっしゃるかと思うんですけれども、その腕の見せ所だと思います。で、実際やってみますとここやばそうだなっていうのが分かるですね。なので、まあ、大体結構手動でやっていくと分かるケースがあります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。複雑なケースってマクロを組むとかあるんですか、そのツールによっては。そうですね、まあ、さっきのようなこういった一連の流れをやっていきたいというような場合、マクロというものを組むことによってですね、この順番でリクエストを送っていくことはできます。できますが、このページ多分もう検査対象のページまでしかマクロは実行してくれません。その後っていうのは基本的には実行しないんですね。これもやはり検査時間の短縮ということを考えてたと思うんですね。なので、ごく一部のツール、さっき言ったようなベックスだとかバープといったようなツール、あるいはアップスキャンもごく一部のテストについては、後ろのその後も検査リクエストを送ってくれるのでなんとかなるんですけれども、まあ、大抵は難しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ池辺さんにも一度拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次のスピーカーの方準備をお願いいたします。中西さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ中西&川口コンビで、よろしくお願いします。はい、マイクもこちらに2本ございます。あ、これ僕のビールです。僕の3本目のビールです。はい、飲みが足りないんじゃない。繋いでおけばいい、はい、皆さん飲んでますか。飲んでない方いらっしゃらないですよね。中西さんもだいぶこれから飲むと思うんで、まあ、僕も来る前にだいぶ飲みましたんで、これから盛り上げないといけないなと思うんですけど、岡田さんそもそもいるんですか。小川さんいますよ。岡田さん飲みが足りないんじゃないかなと思って、はい、ビール ちっちゃいなと思って、はい、あ、大丈夫ですね岡田さんね、はい、じゃあ時間15分で、はい、よろしくお願いいたします、はい、あ、なんかずれてますね、はい、おー、ちょっと調整をしていただけると嬉しいです、ね、どうやってやってるんですか。えい、まあこれで大丈夫です。大丈夫なの、これ本当に大丈夫、はい、大体見えます。はい、ただいまご紹介に預かりました NEC ネクサソリューションズ中西と申します。それと、はい、川口です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、オアスペでお話しさせていただくの3回目ですけれども、来月7月6日
13日に行われますハードニングプロジェクトのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、IT システムを取り巻く課題ということでね、まあいろんな、レイヤーでお仕事されている方いらっしゃると思いますけど、このあたりはこう皆さん共通認識としてね持たれてるんじゃないかと思います。 IT システムにビジネスが依存していると。で、運用されている方特に感じられていると思いますけど、動かしても褒められないけど止めると叱られると。はい、またお前かと、褒めてほしいですよね。はい、それから、ハードからアプリケーションまで幅広い対応が求められる。これはまあセキュリティの特徴だと思いますけれども、いろんなところに脆弱性があるのでこれが求められていると。で、それから、技術だけではなく、社内外のコミュニケーションが必要になってくると。こう説明しないといけないですよね。さっき あの長谷川さんのプレゼンテーションなんかね、ドムベース XS って何みたいな、もうそういうのを説明しないといけないと。はい、それから若手や新技術で失敗させて経験を積ませる余裕がない、まあ、これはもうセキュリティに限らないですよね。いろんなところでもう余裕がない感じのところがいっぱいあるので、失敗させて経験を積むっていうのは、その古い世代の人たちはこういうことができたと思うんですけど、いや多分ここにいる人たちみんな失敗してきた人たちなんで多分大丈夫なんですよね。みんな なんかこう許してもらってきた世代なんですよね。もう許してもらえない若い世代いっぱい、そうでもないかもしれないです。そうでもない若い若いやついっぱいいますか。はい、はいはい、まあ、こんな課題がありますねと。で、ハードニングはですね、まあ、堅牢性を競うイベントではあるんですけど、そこに、やはりその運用で実は売り上げを伸ばせるんだと、そして会社の信頼ブランドを高めることができる、これを、目に見える形ではっきり示す、これがハードニングの特徴になっております。はい、システムの総合運用力と堅牢化技術を兼ね揃えたエンジニアを発掘検証する競技イベント、それがハードニングでございます。はい、で、これも何回も聞いてる方はさらっと聞き流していただいていいんですけど、初めての方向けに説明すると、1チーム4人から6人で構成された8チームがですね、こう脆弱性がいっぱいある EC サイトの堅牢化を競うわけですね。で、競技時間は土曜日の、朝から夕方まで8時間、その8時間の中でどれだけ堅牢化できるかと。で、レイヤーはですね、アプリケーションからサーバーネットワークデータベースという技術的な部分はもちろんのこと、インシデントレスポンスに必要なコミュニケーションであるとか、あと運用のルールをどれだけ守ってるかと。これ結構重要なポイントですよね。重要ですね、運用のルール、社内のルールっていうのは全部定義されてますからね。はい、大事です。まあ、某ファーストサーバーとかはね、そう、どういう問題があったんでしたっけ。なんかね、システムね消えちゃって大変だったんでしょうね。ルールに従わないでエンジニアがやっちゃったって。でも俺がルールだって言う方もいっぱいいますよ、この空間にね。そっか、むしろ俺こそがルールだって多分言わないけど、多分そういう人いっぱいいますよ。そっか、まあ、そういう、ね、ところも問題として指摘されると。で、 EC サイトは全て同じチーム、全てのチームで同じ構成、商品インシデントが発生すると、そういうルールになっております。はい、で、ハードニングの環境はですね、スターベッドと、NICT さんが持っている、北陸にあるその仮想環境にですね、こういういろんなサーバーが十何台かの構成で、全部8チーム分の構成を作ってあります。で、そこに対して、黒豆6というメンバーがですね、まあ、攻撃したり評価したりっていうことをやるわけですね。で、右側のちょっと切れちゃってますけど、売上のこう線があるわけです。で、何にも全てのインシデントをそつなくクリアするとですね、一番上のこう右斜めにまっすぐに伸びてる線で売上が上がっていくんですけど、まあ、何かのインシデントに引っかかってサイトがこう稼働してないみたいな状態になると、ああやってガタ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 ってこう落ちていっちゃうわけですね。で、トップのチームと下位のチームですごく売上の差が開きますと。
そういう特徴がございます。で、今度のハードニングの次回のハードニングですね、なんとクラウドミックス、桜インターネットさんのご協力を仰ぎましてですね、2つのクラウドを使って、ハードニング環境を構築するということにチャレンジすると。大変です ね仕込む側はたまんないですよね、はい、まあ、ハードニングはね、これから1ヶ月間僕らハードニングですからね。誰が言い始めたの、やめてほしい。あ、桜インターネットさん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、そしてハードニングはそれだけじゃないんですね。このソフトニングと言われる、また別の日に1週間後の土曜日に、また、これはこちら8時間ではなくて、午後だけですよね、午後だけの、イベントなんですが、振り返りという形でですね、その、8時間の間こう参加している皆さんはもう必死こいてやってるわけですよ。堅牢化、もう何が起きてるのかさっぱりわからないみたいな、そういう状態で、必死でやってますの で実は何が起きていたのかと、あとは各チームがどういう工夫をしたのかみたいなのをみんなで共有する場を、ソフトニングで設けてます。まあ、ここで表彰をしたり、スポンサーさんから特別賞をいただいたりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そういう場が、用意されていますと。で、2012年、去年から始めてるんですが、2回実施させていただいております。1回目がハードニングゼロという形で4月に、そしてハードニング1が10月に、実施されました。で、黒豆6っていう言葉がさっき出てますけど、このハードニングプロジェクトを実行しているメンバーですね、ちょっと紹介させていただきたいんですが、門林さん、岡田さん、竹下さん、根岸さんというこの鉄壁のファシリテーション軍団、色豆7と自称言っとるんですが、そのメンバーと、あとは上野さん、池田さん、川口さん、柳沢さん、私の技術メンバー、それから、屋台骨のスターベッドを支えていただいている宮地さん、美和さんと、あと映像クリエイターの山城さんと、こういうメンバーで。山城いるんじゃないですか、この空間に。山城さんいるの？山城さん、山城さん、山城さんどこ？あれいるはずなんだけど。あ、いたいた、しゃがんでる、いた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 、あそこにいた。映像クリエイター山城さんいましたね。よろしくお願いします。はい、他は池田さんはカメラマンであそこ座ってらっしゃいますね。はい、他の人います？根岸さんは多分イチャイチャしてますよ、多分あの人ね。根岸さん多分イチャイチャしてますね。根岸さんはイチャイチャしてる人だとみんな覚えてくださいね。IIJ の根岸さんはイチャイチャしてる人だと、女性を隣にはべらせてイチャイチャしてるのが根岸さんだと。ナノリマスでいますね、2人のね。アノニマスの2人ですか？ナノリマスね、はい、ナノリマスですか？はい、そして参加チームですね、非常にバラエティに富んだ、方々が、今まで参加していただいてます。EC サイトの、運営をやってる方、それからデータセンターの、運用をやってる方、さらに、当然セキュリティベンダーの方々も参加していただいてますね。それから大学生と社会人のミックスチームであるとか、あとも霞が関、ね、霞が関で働いてる人ですよね、はい。あとは、CTF でブイブイ言わせてる某なんとかっていうチームとか、あとは最近ですとこう会社の中のシーサートチームの方とか、そういう方もエントリーしていただいてます。で、ハードニングゼロ、ハードニング1はなんと慶応大学武田先生の研究室のチームの方が、2連覇したという結果になっておりますね、はい。こちらも社会人とミックスのチームだったんですけどね、はい。そしてハードニングですね、どんなことが起きるのかっていうことなんですが、個人情報が漏れてますよと連絡が来る、ウェブサーバーが突然再起動すると、あとは高木さんという人からですね、御社の利用規約がおかしいですよというツッコミのメールが届くわけですね。ここすげえ爆笑ですね。さっき全然受けなかったのに、このネタ、インタロップでこの前にインタロップで喋ってきたんですけど、シーンとしてましたね。すげえ、高木さんって名前めっちゃ受けるんですね、ここ。高木さんと名前、なんかファンの方々が多いんですね、この空間は、ね、ホームに帰ってきて、ホームで帰ってきましたね。よかったです、我々です、ね、このためにネタを仕込んだ回があった。本当によかった。はい、それで、
怪しいファイルが送られてくるとかですね、まあ、いろんな事件が起きるわけなんですけれども、まあ、それを受けてですね、ソフトニングの場で、まあ、皆さんのコメントをいただいた、ね、ありがたいコメントをいただきましたと、同じ環境、同じ攻撃を受けてもですね、IT システムの運用の差でこうなんと売上に3倍の差が出ると、これはトップになったチームはすごい誇っていいことだと思うんですね。私の活躍でうちの会社は売上をキープできてるんだよっていうことを言っていいと思うんですね、はい、それから、限られた時間の中で対応する問題を示唆選択する、いろんなインシデントが次々に起こるのでどれから対処するのかっていうのはすごく難しいと思うんですけど、まあ、それを上手にやってるチームが、非常にいい結果を出しますと。それから、ソフトニングの重要性ですね。ハードニングの時はもう必死でやってるんですけど、振り返りの場があることで、まあ、みんな腹落ちするというかですね、納得してもらえると、はい、で4番目がその本番のシステムでは絶対にこういうことはできないと、インシデントが起きてはならないっていうのが皆さん通常の運用だと思うんですけど、まあ、こういった場で実際にいろんなインシデントを経験することが若手の人もそうじゃない人も すごいいい経験になると、学びの場になりますよっていうコメントをいただいてます、はい、それで何といってもやっぱり多くの方にハードニングを支えていただいているということで、まあ、ちょっと急ぐ J とか切れちゃってますけど、これだけたくさんのスポンサーの方に前回までスポンサーしていただいて、で次回もですねまた新しいスポンサーの方が、ねいらっしゃいますね、協力していただいて本当に楽しみ、はいはい、それはまた当日発表したいと思います、はい、というわけで次回のハードニングの、ご紹介です、日時はですね、7月6日がハードニングで翌週の土曜日、今まではですね、ソフトニング金曜日にやってたんですけど、土曜日にやってくれないといけないよっていう参加者の方々の、熱い思いにお応えして、ソフトニングも土曜日に変更させていただきました。で場所はですね、まあ、都内の某所ということでですね、ちょっと秘密なんですけども、ハードニングの日はですね WASF フォーラムオンラインコンファレンスということで、いろんなスピーカーの方にご登壇いただいてですね 裏セッションということで、実際競技をやっている人たちのこう模様を映すんではないんですけれども、いろんな方にちょっと、スピーカーとして来ていただいて、その模様をユーストで中継いたしますので、まあ、ちょっと参加できないという方はユーストリームで、ご覧いただいて、こちらのハッシュタグですねハードニング 1R というハッシュタグで盛り上げていただければなと思います。でこれどうするんですか、ソフトニングデイの聴衆参加できる特別チケット値段が上がりすぎてるんですか要検討ですね、要検討ですね、要検討です、はい、ソフトニングデイもしかすると、来ていただけるかもしれません。それであ、はい、ごめんなさい、今日一番これだけ覚えて帰っていただきたいんですけど、ハードニングですね、今回そのチーム枠っていう形で5名までのチームを作って参加登録していただくっていう募集は実はもう締め切りが終わってまして、参加チームも決まっております。であとですねピン枠っていうのを今回初めて用意しまして、そのチームがなかなか作れないよとか、ちょっと直前にならないと予定が分かんないよみたいな人のためにですねピン枠っていうのを設けさせていただきまして、当然前回出ていただいた方とかもそうなんですけど、ここでエントリーをいただきますと。でそれの締め切りがですね、明日となんと明日なんですね、明日と。で、まあ、ここに来ている方の3分の1ぐらいはピン枠でエントリーしていただけるということをね、はい、岡田さんから聞いておりますので、はい、お待ちしてます、ぜひお待ちしております。明日までです。はい、はい、URL は wasforum.jp でアクセスしてください。はい、でハードニング1リミックス ね2じゃないのかとラップ虫というアプリをですね、こう次のハードニング1のハードニングの名前何しようかっていう会議があったんですよ。その時に岡田さんがラップ虫っていうアプリを見つけてですね、これ門林さんが常識だよってお前ら知らねえのかってご指導いただいたんですね、はい、これがねすごい面白いんですよ。今日ちょっと皆さん後でダウンロードしてやっていただきたいんですけど、ラップ虫、あ、はい、時間がね、こちらのね、はい、ラップ虫をやってリミックスだと、はい、
お前はすげえ、仲間すげえとかって言うんですけど、はい。というわけでハードニングよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、中根さん、川口さん、ありがとうございました。ちょっと質問タイムはちょっと今取れないので、あと最後の方でまた時間があれば取りたいと思います。ありがとうございました。今一度拍手をお願いいたします。はい、じゃあ次のスピーカーの、アイザックさん、準備をお願いいたします。皆さん、英語は大丈夫ですよね。はい。大丈夫でしょう。まあ、日本語ペラペラでございます。ペラペラじゃないけど。また後ろの方にね、また頑張ってる方ね、ぜひ前の方にお越しいただければと思いますのでね。はい、じゃあ愛崎さん、準備はよろしいですか。持ち時間20分ですので、はい、よろしくお願いいたします。皆さん拍手をお願いいたします。始まる前にちょっと質問があります。ウェブサーバーの管理者いますか。ウェブの設定とか、まあ、そんなにいない、はい、so、じゃあ今から英語にします。 So Veracode runs scans of the top 1 million websites every few months to see which security headers are being used by various websites.So my presentation today is just going to cover what those sites use as long as with the values that they set. So before I start, luckily Hasegawa-san has already covered most of these things, so you should be very familiar. I'm going to discuss briefly the scanner configuration and the scanner design that I came up with. The one header that I did not cover, which is XSS protection header.So X-frame options, as Hasegawa-san said, this is for protecting against clickjacking. It allows you to basically restrict which sites are allowed to frame your web page. There's only two valid settings for most browsers. Deny, which denies any third-party resource and same origin resources from framing that resource. And then same origin allows any site to, that particular site to frame its own resources.このトリッキーなですね、日本語のスライド、見ながらですね、英語で聞くとどちらかというと全く混乱しているという状態をちょっと空気で感じ取っているんですが、このまま続けちゃって大丈夫ですか皆さん。で、ちょっと日本語の解説が間に入るといいな、その代わり帰りはちょっと遅くなってもいいけどぐらいの感じの方どれぐらいいらっしゃいます。勢いよく手が上がると盛り上がるオチも用意してるんですけども、どんな感じですか。あ、なるほど。このまま続けていただいた方がどっちかというと分かりやすいって方どれぐらいいらっしゃいますか。遠慮なく。今手が上がった人みんなクロートばっかりでしたね。じゃあ初めて来られた、方々に優しいオワスプジャパンとしてはですね、ここでトランスレーターとして赤嶺さんをご紹介したいと思います。前回ですね、彼も通訳にアサインしたところボロボロだというですね、反省を生かして相当英語はトレーニングしてやってきてるはずなんで、ミスター赤嶺、カモン、はい、いや彼は 146% まともなですね、絶対翻訳できますっていう会社の人ですから。まあ、第一ステージでこける可能性はありますけど、ちょっとこう、じゃあそこにあんまり意味わかんないね、みんなね、あんまりほこたて見てないみたいです。いやでもすごい脆弱な通訳と岡田さんに言われたのでオワスプトップ10に入るんじゃないかっていうぐらい脆弱な通訳だったんですけど、まあ、じゃあちょっと飲んでるんでね、まあ、大体 10% ぐらい訳す感じでいきましょうか。じゃあそんな感じで、はい、OK。 じゃあ赤嶺さんよろしくお願いします。But I don't know what you said before. Starting here. 僕は金沢八景に住む真面目なアメリカ人です。よろしくお願いします。
Okay. So, failing open, if you don't have these two values set, it will allow you to, any third-party resource can frame that website's resources. So, if you don't have these two values, you're going to have problems. もしこの2つのバリューを使わないと他のサードパーティーからアクセスされちゃうんで気をつけてくださいねと。クリックジャッキングやられちゃいますということで。クリックジャッキング分かりますか？分かりますね。はい。行きましょう。All right. Moving on to cores or cross-origin request sharing. CORS, cross-origin request sharing です。長谷川さんに聞いてください。So as Hasegawa-san explained, it's allow a way for a server or a resource to break the same origin policy to read the response of a third-party domain. だそうです。前はサードパーティーの、まあ、ところからですね、他のセームオリジンポリシーを超えてリソースにアクセスするかどうかを設定するようなものなので、ここら辺のところ気をつけてくださいと。So, for our analysis, we analyzed these two values, access control allow origin and access control allow credentials. これの2つのヘッダーの値を検証してみましたと。私のクールなスクリプトで。笑うとこです。Unfortunately, there seems to be a large misconception or understanding of what values are actually allowed. There's only two types of values you can use, a wildcard and a full origin with scheme. People made a lot of mistakes here? Yes. Oh, for instance? Setting invalid, all of these other types of values were used. Oh, such as? Such as what? まあ、ワイルドカードとか他の値設定できるんですけど、この下に書いてある無効っていう、かっこいいですね。ちゃんと日本語のスライド作ってきたんですね。今気づきましたけど。ごめんなさい、ちょっと酔ってますね、ごめんなさいね。で、まあ、こういうわけわかんない設定をされたりしたっていうことがあって、ちょっとびっくりしたっていう、アイザック君です。はい。So out of 2,000 results, about 200 people set these incorrectly. 200 people? 200 sites. 200 sites. Yeah. 200のサイトがすごい間違った設定をしてます。Another popular problem is that with access control allow credentials, you cannot use allow origin's wildcard value. ごめん、ぼっとしてた。ちょっと。Say again. I'm so sorry. I drank a lot of beer, so. You cannot use access control allow credentials and access control allow origin with the wildcard value. Access control allow credentials と access control allow origin はアスタリスクヘッダー、バリューだね。Yeah, header value. を同時に使えませんと。気をつけてください。You'll get this error. このようなエラーを、が出てしまいます。HTTP strict transport security is a way for a server to force all requests to use SSL. So your initial request goes over SSL, it sets a header, and then from that point forward, for the max age value, you will be forced to use SSL. あれ？あれなんで日本語のスライドがあるんだけど僕訳してるんでしたっけあれなんか今ちょっとよく分からなくなってきたんですけどねこのヘッダーを提供するサーバーすべてのリクエストに HTTP を返して接続するようにブラウザに指示しますそれとかそれとか Good job. はい、はい there's another directive called include subdomains which allows not only the top domainto force SSL, but include all the subdomains to use SSL. Directive の include subdomains とあるんですけど、まあ、それ自身のすべてのサブドメインに読んでますけどね。SSL を設定するのを許可します。はい。これからもう無理です。はい。はい。So, content security policy is a new policy that was created by Mozilla. It allows you to restrict how a page embeds other resources.So if you want to restrict where scripts come from or images come from or any other type of data, you're allowed to set this policy and restrict exactly how that data is used. 他のものでコンテンツセキュリティポリシーというのがありますけど、これモジラが開発したもので、まあこれももちろん長谷川さんに聞いてくださいという類のものです。So policies can be set per resource.So you can have multiple pages with completely different policies. ポリシーは個々のページごとに設定するので、まあ、同じサイトであっても違う設定があります。
The CSP specification by the W3 is now supported in Firefox 23's Aurora build. This is a development build. Firefox 23? Yeah. Version が Aurora build でこの先ポリシーヘッダーをサポートしてます。What about other browsers? Chrome 25. Since Chrome 25, they support. Safari still uses the old specification. Chrome 25からサポートしてるんですけど、Safari はまだ古い仕様になっているということです。Unfortunately, you can still configure CSP wrong to allow cross-site scripting. CSP で間違った設定をする、you actually saw some this kind of mistake? Yes. まあ、間違った設定を何個か見ました。So for Firefox, the X content security policy is the older version of the policy, and if you have these values, you're allowing cross-site, you're potentially allowing for cross-site scripting. X content security policy の設定でオプション、inline script とオプション、eval script を使っちゃうと XSS を許してしまうケースがあるみたいです。And the same with Chrome with these two values. Chrome も同じでこの2つのバリューでそういうことが起こり得ます。So moving on to the actual scan data.So how many, we how many other slides are you going to use? There's only like five more. Oh, okay. Six right. more. Maybe Seven. I can do it. All right, go ahead. So we ran two scans. One was in November of 2012 and in 2013 of March. In November, we only used Firefox's header and we made HTTP and HTTPS requests. And then in March, we did Chrome and Firefox, both HTTP, HTTPS. You mean you're going to use the user agent?Yes, user agent. Yep. Alexa, わかりますよね。はい。その how many website? One million. 1億。1億のウェブサイトをこの頭のおかしいアメリカの人はスキャンしましたと。2つのスキャンを行ってみたと。そう。2012年11月と2013年3月にやりまして、まあその自分でスクリプト書いてあるね。で、そのユーザーエージェントを Firefox のものと Chrome のものを使って2010年11月と2013年3月にやりましたと。で、次のスキャンの予定は2013年3月、来月やる予定ですと。また1億サイト。Yep. ああ。So here's the, 頑張ってください。はい、the design of the scanner that I wrote. It's got three agents. The first pushes the URL, so this is the Alexa top 1 million URLs. The push to all these web agents.Over a 0MQ, which is a message queue. And then the result, the web agents request the sites, get the results, and then send it to a database. Yeah, 説明が難しいな。大体わかりますよね。はい。はい。行きましょう。So this was using G-Events asynchronous framework, so it was very fast. We did, within about 8 hours, we got 4 million websites scanned.G イベントアシンクロナスフレームワークっていうのを使って、8 million 4 million のリザルト how many hours? 8 hours 8時間で400万のリザルトをゲットできましたと僕ってすごいっていう、yeah. はい、Here it is So from one million URL scanned we're using two user agents and we're sending HTTP and HTTPS so it was 4 million totalURLs that we tried. 1億の URL を2つのユーザーエージェントでもちろん HTTP と HTTPS 試した URL は4億通りもありますと。いやすごいですね。皆さん拍手。すげえ。And we got responses for about 2.5 million. これどれぐらいですか200万ですか ?250 万のレスポンスを。2億105千。これ2億ですか2億5000万。200万ですよね。2 million, you're right? Yeah, 2 million, 2 million. ああ、ええ。あ、間違えた。You are wrong. あの、日本語学ぶの諦めたので、たまに間違えます。はい、OK。So in November, since we only used Firefox, this March, when we used Firefox, we had 721,000 matching sites.Sites. Number of sites. 72万のサイト What do you mean? This? 10月の Firefox の一致した音わかりますか教えてください。そうです。その通り。
同じだったのは72万です。はい、so for the Firefox results only between November and March, this is the rate of change. The ones that were added, the changed and removed. So you see X-Frame Options had the highest amount of added headers.、うん、これサムバーディードが追加されて変化したものと削除されたもので、数を並べてます。それぞれのヘッダーごとに。Yep. So you see the sum of removed for、X-Frame Options was about 250. So 250 sites removed the header because probably they were having issues with the configuration or they just decided it wasn't worth it.With 250? X-Frame Options,、sum of removed. Ah, これ like this? Yep. 250ぐらいのサイトが、このヘッダー自体を削除したってこと Yep. These sites are removed? Yes, they removed the header. Ah, okay. So looking at the results from March, we have Firefox on this side and Chrome on that side. And you'll see it's roughly the same amount of responses、for headers.左側に Firefox の、結果と Chrome の結果があります。まあ、大体同じぐらいの、レスポンスの結果がありますと。So you'll see X-Frame Options is by far the most used with almost 20,000、results. X-Frame Options が一番多い結果で2万ぐらいのサイト、Number of Sites, right? Yeah. Yeah, okay. 2万ぐらいのサイトが使っています。And then Access,、Access Control Allow Origin was in second place with 4,000.And then strict transport security had about 1,400. ごめんなさい。アクセスコントローラークレデンシャルじゃないや、なんだっけ。コントローラーオリジンが2番目で4000ぐらい。で、紫は、ストリクトトランスポートセキュリティが1400ぐらいありました。Yep. So now this is a intersection of the results from Chrome and Firefox. So these are all results from both Chrome and Firefox that were the same.大体一緒だったってこと。Yeah. 大体一緒だったってこと。No, no, the results were the same, combined results. あ、combined results? Yeah. まあ、Chrome と Firefox のやつをこう統合した結果はこういうふうになってまして。So now we're looking not at just which headers were used, but the actual values that were used. あ、はいはいはい、わかりました。実際にヘッダーのごとにどういう値を使っているかっていうのをここに示しています。Yep. So for HTTP strict transport security, we have max age set to a long value, which is good.That's the highest. Max age zero is interesting because that disables HTTP strict transport security. Max age long は一番良くて、ただ Max age zero だともうそれ自体をディセーブルしているような形なので良くないです。So that was surprising to see that people were just setting the header but not using it. My guess. What's the point? My guess is they thought zero meant forever, but in actuality it means disable. きついですね。まあ、マックスエイジゼロっていうのを使っちゃってて、多分きっとみんなゼロだと永遠に設定されるっていうことを思ってて使っちゃってるんじゃないかなと、この金沢八景の人は言ってます。Access Control Allow Origin, the wildcard value was by far the most popular with almost with 3,200 sites using it. Access Control Allow Origin で3,221です。これ。Yep. That's a. Yeah, so that's a lot of sites allowing.Their resources to be pulled by any other site. Hopefully, it doesn't have security information. ワイルドカードでどっからのどのサードパーティーからアクセス許しちゃうっていう設定が3221もあるということです。多分皆さんの会社の設定を今一度見直した方がいいかもしれないです。Yep. And you'll see invalid values is 217. So 217 sites completely configured it wrong, where they're allowing they're actually disallowing anything to work. So it's obviously bad. 217ものサイトが間違った値を設定していたということです。Yep. For X-Frame Options, we have same origin being the highest, deny being the second, and allow from is actually an Internet Explorer only setting that allows you to set other origins, but other browsers treat that as an invalid value and just allow it to be, it fails open. Allow from っていうのは I? I. I だけで使われている場合なの他のブラウザーだとインバリッドになっちゃいます。So for CSP, we had 85 sites using the X Content Security Policy header, which is Firefox specific,、
ex-WebKit CSP had 96 sites using the header, which is Safari and Chrome. The other two values are for reporting only, so you can have CSP only report violations and not actually enforce. X-Content Security Policy が Firefox だけですね。で、85ぐらいありまして、X-WebKit が Safari と Chrome です。他のやつはレポートするだけのやつなんですけど、それがまあいくつかありましたと。And you'll notice eval and unsafe and inline, there were 102 sites that were allowing a script to be inlined, which basically allows them to be cross-site scripted if there is a vulnerability. 102ものサイトがまあインラインでスクリプトを許してしまうという設定になっていて、ちょっと多い数字になってました。So wrapping up, the biggest surprise that we had running these scans was just seeing how many sites were configuring this incorrectly. まあまとめなんですけど、まあ無効なヘッダーを利用しているのが本当に多かったのでちょっとびっくりしましたと。X-frame options continues to increase. It's by far the most used header, and it will probably increase. We're looking forward to the July results. X-frame option が今一番使われているヘッダーで、多分次のスキャンでも結構増えてるんじゃないかなと思います。And then CSP is still very few sites. Again, out of 2.5 million results, we only had about 100 or 200 sites using CSP. We expect that to change now that the specification has been set by the W3. ごめん、聞いてなかった。まあまあ、この通りだと思います。はい、違うことを考えました。ごめんなさい。And if you want to see more results or see more information, you can check this out. It's all in English, unfortunately. あれ。You go. まあ、他のもっと興味がある方がいればこちらのところにアクセスして、まあ Google Translate で訳せばだいぶわかりますよ。And if you want the raw data, all the headers that we downloaded, we make this available in CSV format, so you can just download it and check out all the headers. まあ実際の結果を見たい方はここからダウンロードできるので、まあ、これを見て幸せな1年をお過ごしくださいということでした。That's it. Any questions? 英語でお願いします。very interesting presentation. And I'd like to ask you, how about frameworks? Frameworks? Yeah. These results come from many frameworks. Yes. I guess. Yeah, it's whatever the sites are using, mm-hmm. We're getting the responses for. Mm-hmm. We didn't specifically look to see which frameworks they're using as well, mm-hmm. but that's something that we want to do in the future. Oh, yep. Okay. I expect to. Yep. Thank you.はい、ありがとうございます。ですね、ちょっと残念ながら時間なので、はい、アイザックさん、ありがとうございます。Thank you for Isaac. はい、じゃ次のプレゼンテーションは、広田さん、はい、準備はよろしくお願いいたします。皆さん持ち時間10分でございますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ広さん、皆さん拍手をお願いいたします。はい、どうも、初回に預かりました広田です。セッション固定化の脆弱性検知ツールっていうタイトルで、発表させていただきます。ツイッターカズ1130アンダーバー1でやってます。まず多分多くの人が誰こいつだって思ってると思うんですけど、僕広田和樹って言います。さっき、紹介されてましたけど、慶応義塾大学の環境情報学部、武田先生の下でやってます。で、セキュリティキャンプの、2012の OB です。これウェブクラスの OB なんで、まあ、固定化っていうことでウェブのことをやっています。で、まあ、ちょっと簡単なアジェンダなんですけど、まあ、作ったものなんですけど、セッション固定化の脆弱性を検知するツールと、まあ、セッション固定化といってもいろいろあるんですけど、僕は基本的にログインするときの、固定化を検知しようかなと思って作ってます。
で C シャープで書いてるんで Windows 向けですね。でまあ、こういう専門家の方々じゃなくても使えるものをと思って書いています。で検査部分はライブラリ的なものに まとめて今、Git で上がってます。後でアドレスを公開します。で、まあ、一番最後のがちょっとやりたかったことなんですけど、まあ、IPA に報告する文書作成機能付きってことで、バカスカ見つけても、IPA に報告する文書を書くのがすごくめんどくさいんで、まあ、これを作って、まあ、バンバン報告していこうかなと思っています。はい。で今セッション固定化が熱い、そうそう脳内なんですけど、熱いで、まあ、最近だとこの EC キューブにおけるセッション固定の脆弱性っていうのがちょうど見つかってて、まあ、JVN で報告されていました。あとは、まあ、某大学内システムにおける脆弱性とかで、まあ、僕が権限を持っているとある大学でチェックしたんですけどあのバカすか見つかってですね、あこれはまずいなと思って、まあ、ツールを作ってます。はい。でもちょっとここら辺は直ってないんでまだ言えないんですけど、まあ、他某社製品とか某社製品とかって感じです。まあ、具体例なんですけど、まあ、ログインホゲ .jp の GID ログインに、まあ、固定化の脆弱性があったと。まあ、ログイン画面では毎回セッション ID 新しいの降ってくるんですけど、ログインの処理の時に、ログインが成功した後に、リジェネレートしてないらしくて、まあ、脆弱性が見つかったと。で、同一サイト内、まあ、このログインホゲ .jp っていうところには、まあ、XSS と特に何も見つからなくて、まあ、これだけじゃ悪用できないと。じゃあどうするかって考えたときに、まあ、Google でこのサイトホゲ .jp で穴探ししたんですね。そしたら、まあ、案の定というか当然というか、まあ、ウェブでホゲ .jp すらホゲホゲで脆弱性を見つけると、XSS 等の。でここを使って、まあ、うまく攻撃してやればいいんじゃないかってことで、スクリプトを書いて実証してから報告です。まあ、どういうスクリプトを書いたかっていうと、まあ、ここに書いてある通り、ドメイン .hoge.jp で、脆ショション ID を発行します。先ほどの発表でもあったんですけど、クッキーは、セームオリジンポリシーとはまた違った動きをしまして、ここでドメインって指定してやるとこのドメインの、全体に、脆ショション ID を送るようにブラウザに命令できるんですね。でそれを使ってやって、まあ、このログイン .hoge.jp ってめっちゃセキュアなところにも、まあ、このサブドメインのめっちゃ脆弱なところからバコってクッキーを送ってやれば、まあ、できると。でログインした頃にそのセッションを使って、まあ、やってやれば攻撃可能だってことを示しました。でもう一個の方は、まあ、これ hoge.fuga っていうドメインに、まあ、脆弱性があったんですけど、ログインフォームに CSAF 対策があったんですけど、そんなのもバコって無視して、まあ、脆弱性として攻撃できるなってことなんですけど、この XSS とは、まあ、関連ドメインサブドメインでも見つからず、まあ、これどうしようかなって考えてたときに、まあ、ふっとパケットを見て気づいたんですね。これ HTTPS ってなってるんですけど、パケット通常では改ざんできないんですけど、 HTTP ホゲ .fuga を踏ませた後にこの302のレスポンス、これは HTTP で返ってくるものですね。こいつを改ざんしてセッションを植え付けてやれば、この HTTPS の方でもさっき言ったように、セームオリジンが働かないということでバコって、セッション ID を植え付けさせることができます。これクッキーの独自仕様というかそれに依存した攻撃ですね。はい。でまあこんだけ見つけたってことで、おこれはツールを作って回せば儲かるんじゃないか、はい、と思って、しかも、バコを大学内探したら見つかりますし、まあ、ツール化もそこまで、パターン見比べるだけなんで、まあ、難しくなさそう、ちょうど大学の半期検体にもなるし、よっしゃ作るかっつって作り始めたんですけど、残念ながらそう思ってた時期が僕にもありましたってことで、めちゃめちゃだるかったです。はい。C シャープの仕様でなぜかあのウェブリクエストを送るときに勝手に謎のヘッダーがつくんですね。でまずこいつに悩まされてどうにか削ろうって思ってググりまくって削って、今度は実験で配ってるときになんか、そのサイトでは配ってないはずのクッキーまで検知しちゃってたんですね。でどういうことだこれって思ったら、なんか C シャープでは内部で IE とつながっているという謎の現象が起きていて、なんか IE とクッキーとかあの JavaScript とかその辺の設定が全部共有されてたんですね。こんなの知るかよっていう感じですね。でまあ当然ながら既存研究と丸かぶりで、まあ、同じ人と同じ大学の人とちょっとかぶってて、まあ、その辺で、まあ、結構差分を出すのに苦労しました。まあ、それでも半期研究半期実装で、まあ、ガンガン頑張って、報告機能や対象者検知範囲等で基本研究と差を出しました。
まあ、報告機能は当然なんですけど、対象者っていうのをまず我々、ここにいらっしゃる方々のような、まあ、専門家の方だけじゃなくて、まあ、一般の人、これセッション固定化はログインの部分なんで、まあ検査する人が絶対圧倒的に多い方がいいんで、まあ、いろんなサイトのアカウント取るの僕だけじゃめんどくさいんで、まあ、既存であるのを使おうということで、まあ、その辺で差を出しました。でそしたら、まあ、新たに法的問題が起こりそうな予感みたいなことが書いてあるんですけど、まあ、その辺も頑張っていました、はい、で実績なんですけど、まあ、とある分野で使われている防射製品のデータ、これ100カ所ぐらいで使われているらしいです、公式サイトによると。とかあと防製品に組み込まれたウェブインターフェースの脆弱性、このシステム自体は、ウェブ向けっていうわけじゃないんですけど、管理コンソールが、まあ、ウェブで一般ネット上に公開されてて、まあ、そこに脆弱性があったっていう例です。で、まあ、ちょっとその独特のヘッダーとかを利用してググるとめちゃめちゃヒットします。なんですけど、こっち上の方は、まあ、分野で使われているんですけど、まあ、とある事情によってこっちも高確率で攻撃可能で、こっちは未だに修正報告入ってません。下も同じように高確率で攻撃可能なんですけど、未だに報告が入っていません。なので、はい、話せません、うわーみたいな感じですね。で、まあ、簡単に検査手法を紹介すると、まあ、チェック開始でインスタンスで設定のまあそのままですね。でアドレスから取ってきて、まあ、クッキーとフォームを使って情報を取得してセッション ID 比較みたいな感じで、まあ、普通に皆さんが想像しているあれと一緒だと思います。でまあ、この改変の許可申請っていうところが、まあ既存研究とどうにかして差を出そうと思ったところで、まあ、その時期ちょうど12月頃に某所でセッションアダプションの話題が結構出ていまして、はいはい、で、まあ、おこれを使うかっつって、まあ、改変の許可申請っていうのはこれ一応パケットを改変してちょっと危なげなパケットを送っているので、まあ、法的問題あるんじゃねえかっていうことで、あくまでこれはユーザーの判断ですって言い張るためにこの改変の許可を申請します。で、改変するってなった場合は、まあ、適当にセッションを作ってバコって投げつけます、まあ、セッションアダプションの検知ですね、この部分は。で、まあ、こういう処理をクラスにまとめて再利用しようって、今もうさっき言った通り Git に公開されています。まあ、ツールの概要は、まあ、さっきの検査部分で、まあ、チェックってところがさっきのフローチャートなんですけど、まあ、ツール全体としては、まあ、単純にアドレスを入力して、まあ、どのフォームに送るかっていうのを選択して、あとは、まあ、ID とパスワードを入れるだけっていうことで、まあ、誰でも使えるような設計にしています。で今 GUI がしょぼいんで、もうちょっとかっこいい GUI にして、まあ、ガンガンいろんな人にチェックしてもらえたらなと思ってます。でこのツール作者に報告機能っていうのが、まあ、一つの目玉で、まあ、そう一般にバカスカ配ったところで、誤検知とかがあったり、こんなの見ても俺わかんねえよっていう人が多分多いと思うんで、まあ、分からなければ俺に聞けっていう理論で、まあツール作者等に報告する機能があります。で、まあ、それを見て実際に脆弱性があるかどうか判断するみたいな感じです。でもこの辺にな法的問題があるんじゃないかって思ってまして、まあ、誰でも他人のサイトをスキャンできるツールっていう時点でまずバカバカ配ったら、まあ、幇助に当たるんじゃないかって可能性がまず一つ考えられます。で、まあ、これに関しては判例があんまないんで微妙なんですけど、基本的に悪用したりされなければまあ大丈夫なんじゃないかなと思っています。で挙動自体は、まあ、特になんか怪しげなパケットを投げているわけではなく、単純にログインしてるだけなんで、サーバーからのログ側はログとかからはまあ何やってるかっていうのは分かんないはずです。で、まあ、作者に報告機能もこっちも幇助に当たる可能性があるので、まあ、あれなんですけど、まあ、悪用しなければこっちもされなければ大丈夫じゃないかって、今のところ大丈夫って判断になってます。で一応ツール自体の配布は、一般の人にばらまくってことはしなくて、まあ、ごく一部信頼できる人々に、まあ、配布してチェックしてもらってます。で検査コード自体はまあ別に配っても使える人は技術者だから、その自分でできるだろうってことで、まあ、Git に上げています。まあ、参考サイトなんですけど、まあ、この Git が僕の挙げているところで、まあ、参考中に出てきた、丸かぶりした既存研究っていうのがこっちの上の方になってます、はい、ご清聴ありがとうございました。はい、広津さんありがとうございました。それでは、徳丸さん質問ございますでしょうか。まあこれ徳丸さんかなと思いまして、すいません。 はい、はい、徳丸さんよろしくお願いします。いや大変興味深い研究をどうもありがとうございました。すいません。ぜひ武田県でですね、セッションアダプションは大して危険でないということを啓蒙していただきたいと思います。ありがとうございました。
質問ね、実用性はどんな感じなんでしょうか。実用性ですか、まあ、ぶっちゃけセッションアダプション自体が、あ、セッション固定化とかって、まあ、普通にパケット見りゃ分かるだろうみたいなことを言う人もいるんですけど、まあ、それをどうにかして一般の人にもやらせたいなと思ってやったことなんで、あの、まあ、あのパケットの前と後で、固定化してるっぽいなっていう、あ、固定化が成功してるっぽいなっていうのであれば、フィックスのところにキーがつくようになってます。で、まあ、セッションをずらーっと並べてみたいな、あ、セッションというかクッキーをずらっと並べて、まあ、ここが赤いから、あ、ここ脆弱性あるなみたいな感じで、まあ、一目で分かるようになってます。マジで、でもクッキー改変フィクセーションするの難しくないっていうツッコミもありそうですよね。お、というと、え、あのクッキーモンスターとかなければ。あ、まあ、そうですね、基本的に悪用するときは、まあ、特に、まあ、確かにそうなんですけど、まあ、さっきのずっと前でもあった実例の2あたりで紹介したような、はい、あんなやり方が通るんじゃないかっていうことで、はい、まあ、一応チェックしています。いや、はい、本当素晴らしいですね。あの本当啓蒙をまずしていただきたいと思います。ありがとうございました。どうはい、所さんありがとうございました。残念ながらちょっと時間がですね、あの、してまして、今一度広瀬さんに拍手をお願いいたします。はい、では本日ですね、最後のセッションをですね、オワスプの、あの、ジャパンの、あの、セッションになります。あ、皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。イエーイ、嬉しいですね。今回は、あの、実は、もしかしてもう説明済みかもしれませんけど、あの、何でしたっけ、何でしたっけ、言うとあかんな、何ですか。あの、インタロップという、イベントに行ってましてですね、はい、紹介しておきました。はい、はい、これスーパーデラックスというアクセスポイントにはつながるけれどもネットに出れないというのはどういうこと。あ、出れてる出るという、いつの間にか。これつなぎましょうか。はい、お願いします。で、あの、ハードニングプロジェクトの、紹介というセッションでオワスプの宣伝ばっかりしてきました。で、オワスプって知ってる人っていうと全体の2割ぐらい、ハードニングプロジェクトって知ってる人って言ったら全体の3割ぐらいって、じゃあなんで来たんこのセッションっていうね。どっちも知らないくせに、あの、来ている方が おられるという非常に不可思議なところで話をしてきました。でですね、あ、そうだ、え、上野さんのネタから喋るんでしたっけ。あ、すみません、あの、ちょっと、あの、募集をしたくってですね。あ、で、まあ、ちょっとすみません、その前にですね、その前にビビりますね。あ、いえいえ、梅雨払いだけさせてください。あの、今からですね、あの、オワスプからのお願いというセッションをさせていただきます。よろしくお願いします。いいですか。いいですか。はい、どうぞ。はいはい、じゃあまず上野さんからのお願い、はい、よろしくお願いします。オワスプジャパンでですね、今、あの、ワーキンググループございまして、あの、セキュリティ要件定義書を作るというのワーキンググループがございます。で、このワーキンググループはですね、もともとはですね、私の会社のトライコーダというところで、ウェブシステム、ウェブアプリケーションのそのセキュリティ要件定義書というものを公開2009年ぐらいからしております。これは、あの、徳丸さんとかにもご協力いただいて作ったものですので、あの、ただこれは一企業がやっておるものですので、ぜひ、あの、オワスプに載せたいと、あの、思ってるんですね。で、そのために、あの、今ちょっとブラッシュアップなどをしているんですけども、あの、ワスプの参加メンバー私も含めですね、ちょっと若干ちょっと忙しすぎてですね、あの、このワーキンググループにぜひ、あの、参加していただきたいと、あの、思っております。で、ただですね、すごい不特定多数の方を集めるのは、あの、ちょっと本意では、ございませんので、あの、もし参加していただきたいという方がいらっしゃいましたら、できればオワスプメンバーのどなたか の、 あの、エンドース紹介いただきまして、あの、私の方までご連絡いただければ、あの、ぜひそのワーキンググループに参加していただければなというふうに思います。これはすごく、あの、意義のあることだと思ってます。世界的にもですね、あの、要件定義書、この確立したものっていうのを公開されていることとほとんどございませんので、あの、ぜひ、名乗りを上げていただければ、ただ
WASP 無償でやってございますので、せいぜいできますのは名前を連ねることぐらいかと思いますけど、もしそれでも社会的意義があると思ってやっていただける方はぜひ協力いただければと思います。で、今日の話がね、もし覚えてなかったらもう一回連絡いただければ、どうやって参加していただけるかということを連絡しますので、ぜひぜひ皆さん、自分たちももちろんその周りの方にもこういうことやってるよということを紹介していただければ幸いですと思います。はい、ということで、じゃあ岡田さん、よろしくお願いいたします。いいですか？意外と早かったですね。あ、まだ準備中なんですね。アップセックのお話をしようと思ったわけですね。はい、はい、ですね、皆さん今回、OASP のミーティング来られた方っていうのは初めての方多いとお聞きしてるんですけど、もう一回僕に教えてもらっていいですか？ OASP ミーティング来たの初めてだーなんつって。おー、ありがとうございます。ぶっちゃけ今日来るまで OASP って知らなかったっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？あ、それはないんですね。あ、ありがとうございます。おいしいとこ持って行きそびれてしまうはい、まあ、WASP とはという話を今からする、つもりは、まあ、あまりないんですけれども、まあ、今日たくさん来ていただいて本当にありがとうございます。で、実はですね、WASP は毎年ですね、世界中で、グローバルアップセックというですね、アプリケーションセキュリティコンファレンスというのをやってるんですね。まあ、地球、その大体全世界の4カ所ぐらい、4ゾーンで分けてですね、アジアパシフィックは大体その最初のクォーター、そしてまあその次はどっかでやる、で、まあ夏頃にヨーロッパでやる、で、秋から冬ぐらいにまあアメリカあたりでやるみたいなね、大体年に4回グローバルアップセックというのをやってるんですね。で、グローバルアップセックを東京でやれたらいいのにという話が、実は OASP のボードメンバー、今現ボードメンバーですね、まあ実はそれを実現できるんだったら OASP ジャパンやってもいいななんて思ってた人たちなんです。 OASP のグローバルアップセックに、海外のアップセックに行ったことある方ってどれぐらいいらっしゃいます？行ったことある方。おお、全く見えない。いないですね。はい、ああ、海外のセキュリティイベントに会社あるいは個人の金で行ったことある人どれぐらいいます？はい、むちゃくちゃ、まあ、でも少ないですけどいらっしゃいますね。そうですね、はい、はい、日本のセキュリティイベントがこれだけ人が集まる理由というのは、やはりその情報を手に入れられる手段というのは非常に限られているという背景があると思うんですが、海外のセキュリティイベントに行きますと日本人は極めて少ないんですね。やはり渡航費用がたくさんかかるとか、やはり行って帰ってくるのでそれなりの日数もかかる、まあ、その所属の法人の理解が得られにくいとか、まあ、そういういろいろあると思うんです背景が、まあ、それで東京でやっちゃえばいいじゃんと、東京でやっちゃえば、まあ、みんな来れるじゃないと。で、そうするとですね、まあ、渡航費用も節約できるとかなんとかだけじゃなくて、まあ、今日もね、長谷川さんとか、まあ、アイザクさんもそうですし、イケベヨンさんね、やはり日本でそのエンジニアリングをやっていらっしゃって、その人が第一と言ったらいいかな、情報を持っている、日本ならではのその特有のネット環境というのもあるかもしれないし、なので英語で発信するというのところに通訳さえつけば意外とこうプレゼンス上げられるんじゃないかみたいな。でもなかなか海外のセキュリティイベントね、日本でブラックハットとかも含めてまだ根付いてないっていうのもあって、はい、なんか僕ポケットになんか入ってるんですけどえポケットに入ってるのはですね、これパックセック2013っていうのが入ってますけれども、なるほど、パックセックもこの世界のカンファレンスで、今年2013年11月13日から14日で、まあ、これも世界のセキュリティイベントでやりますので、これもパックセック行ったことある人どれぐらいいますか？パックセックね、日本でずっとやってございますよ。なるほど、はい、はい、これもすごくいいイベントですので、はい、私も参加します。はい、まあ、ベンダーニュートラルを志す OASP ジャパンとしては、堂々とパックセックの宣伝もしてしまうという、はい、もちろん今笑うとこです、すいません、はい、まあ、というようなことでですね、韓国でね、実は、2013年は開催されたんです。韓国で開催されてるっていうことを知ってた人どれぐらいいますか？まあ、おー、ありがとうございます。まあ、チェジュ島なんでね、ぶっちゃけ東京から福岡に行くノリで行けちゃうんです、ね、そうですね、かなり近いところになりますね、はい、渡航費用も極めて安い、はい、ところがやっぱりね、行ってみたらですね、まあ、ごくわずかの日本人しかいないと、まあ、いないことが悪いんじゃなくて、まあ、それぐらいちょっと疎遠に感じるということなんですよね。まあ、おかげでですね、韓国で開催されたチェジュ島でのね、アップセックというのは、そこに行かれた福本さん、
福本さんちょっと出てきてください。呼び出すんですね。この呼び出します。この間ホコタテにあのちら写りしてました、ね、あそれあの僕がフェイスブックで晒しましたけれどもレアキャラっていうレアジョブじゃなくてレアキャラ、あの某イケピョンさんの会社の、あ内緒でしたっけ、はい、会社のかん、あ関係ない、会社ではないですね、はい、まあ、まあ、もうそこまで言ったらもうすいませんでしたと言わざるを得ないんですが、まあ、全国1億人が今ユーストリームの向こうで見てますのでね、まあ、謝りようがないんですが、福本さんは、オアスプジャパンのボードメンバーの一人です、福本さんです。イエイイエーイ。福本さん簡単な自己紹介。ですね、楽天サートの代表を務めてます福本です。前職はセキュリティ会社にいてですね、12年前に楽天に入って、で楽天のセキュリティの、フレームワークを作ったということで今に至ってます、はい、渋すぎるみんな引いてますよ、すごすぎて。いやいや、でそのね、福本さんチェジュでこんなことじゃいかんと、アジアパシフィックはということで喋ったんでしたね、多分、はい、一緒にランチをして、はい、ということで、福本さんと一緒にですね、こうなんとかこう日本にグローバルアップセックを持ってこれないものかということで、相談をしました。でそれはあの、3月1日が締め切りの、そうでしたっけ、そうですよね、そうですね、で2月の20何日かにそれを聞いてであのチャプターがですね、1日のカンファレンス、2日間のカンファレンス、この経験があって初めて4日間のカンファレンスの、サジェスチョンが、まあ、聞き届けられるという区不分率になってるんですが、このチェジュのカンファレンスを超えるんだったらできちゃうんじゃないかみたいなね。実際あの100名ぐらいあの超えてるじゃないですか、この参加者が登録されてるらしいんですがでも参加してたな5、60名ぐらいだったんじゃないかぐらい、案外少なかったかなっていうのが、でこのぐらいだったら当然僕たちでもできるんじゃないかなって、だって毎回こんなにたくさん人来てるんだもんっていうのが、で自信を持って僕たちならできるということですね、岡田さんと話し合って立候補してみるかとで、まあ、岡田さんもいろいろこのジャパンの活動を候補していただいて、そのオアスプのボードメンバーに認知をさせてですね、でその声が通ったということで今回開催が決まったというわけなんですけれども、まあそうなんですね、開催決まったと今言っちゃいましたまあ実はこのプレゼンテーションはですね、前回、はい、福本さんはじゃあその辺にかけといていただけますが、いつでも振りますのでで、まあ、ちょっとこのプレゼンテーションはですね、ざーっとだけお見せしますけど、そこら辺にいるですね、ロバート・ドラーチャーというですね、ちょっと変わった外人がいる日本人、あいたまあじゃあそう、はい、じゃあその辺に立ててくださいますかで彼と一緒にですね、プレゼンテーションを作りまして、まあ、この辺はなんかこうね、固いことが書いてあるように見えますが、全体で17ページの、プロポーザルを作りました。で、まあ、とにかく彼はに相談したんですね、ちょっとプロポーザル書きたいんだと。でもこのプロポーザルを見ただけで、もう日本でやろう、もう分かったわっていうようなスライドを作ろうというようなことで、書きました。で、まあ、ここでですね、皆さんおかげさまでですね、皆さんのパワーを使わせていただきました。第1回の、オアスプローカルチャプターミーティング、第1回来られた方どれぐらいいらっしゃいますか、この中に、ね、このロイヤリティの低さ第1回来た人が今日こんな120人もいたのにですね、今日の中でパラパラしかいないという、ね、まあ、ある意味集客力の高さというのか、1回来たらお腹いっぱいになるというのかまあこれでですね、大体すごい人数集まりましたみたいなことを書きました。で、1,2,3,4,5 と、まあ、これだけいろいろ集まりましたということで、皆さんの背中を、お借りしたわけですね。この中に自分が映っているという自覚のある方結構いらっしゃると思うんですけど、で、まあ、ダーッと飛ばしますけども、やはり日本を応援しようよみたいなね、ファーストクォーターなので1月から3月の間にやらないといけないことに一応なってるんです。で困ったなと思ったんですけど、期間がないからね、
で来年の4月以降だったらいいんじゃないのっていう意見もあったんですが、消費税が 8% に上がってしまう。会場費が高くなりますね。ぐっと上がってしまいます。上がるんで、はい、これがドル建ての、はい、生産なのに、はい、ぐぐっと上がるんですね、はい、困ります。交通費も何もかも上がってしまう、はい、そしておそらく3月31日までにですね、今年度終了ですよね。はい、その通りですね。アベノミクスがどうなっているかわからないと。いやもう今日もね800円ぐらいね日経平均が下がっておりますけれども、はい、そうですね。まあ、若干ですね、オリンピック東京招致が成功する前にこれを招致成功してしまうと都から刺される可能性があるあるんかなまあそんなようなことでですね、これはちょっとドラちゃんに書いていただいたんですが、これドラちゃん何を主張したいスライドなんですか。まあ、これはまあ英語で説明させていただきますと、東京は極めて便利です。片言うまいな普段ペラペラやるじゃあこれは便利だけではなく美味しいものもたくさんあります。まあその開催場所もいろいろ選択肢あります。まあ2スライド目ぐらいまでは受けるかもしれないけどもうやめてあげて。そうだね。まあそれであと、これですね、カルチャーね、やはり日本のカルチャーで、次のスライドで多分この開催が決まったと、言われているんですけれどもまあやっぱこれですよね、日本といえばジャパンカルチャーといえば、はい。まあ、これを見た、大体、外国人アッカーはですね、みんなもう日本でいいやんっていうかもう日本でいいやんっていうことで、あと若干広角機動隊が欲しかったですね。そう、そうですか、そうですか。これはじゃあぜひ次回の、東京招致の時に使っていただければ、まあ、ということで、こういうふうにいうスライドを送ったわけなんですが、これ結構待たされましたね。結構待ちましたね。この通るのか通らないのかいつになったら分かるねんみたいな。そうなんですよ。でそうなんですけど、実はこのオアスプのこのサイトですね、このサイト見ていただきますと、出てないですよ今、コンファレンスっていうサイトがあるんですが、ほら、あ、ミラーリングしてくださいね。あれ出てないですよ。なんで、ほら、おお、東京ジャパンで書いてるじゃないですか。そうなんですよ。でこれね、変更履歴を見たら僕らに知らされる1ヶ月前から書いてあって。マジっすか知らさないまま載せてたんですかちょっと待てと、ね、そんなことあるんですね。ちゃんと知らなかったです俺もうね、ちょっと待てと、ジャパンチャプターリーダー知らずというジャパンチャプターリーダーはこれのですね、本当変更履歴でここに書かれた1ヶ月後に、なんかこうね、なんかこうすごい、我々はお前たちにこれがアプローブされたことを伝えられるのがハッピーだ、ハッピー、なかなか決まらへんなって思ってたら、いや僕ね、ぶっちゃけね、5月1日にあれ来たじゃないですか、はい、あ、それぐらいですね、ね、はい、5月1日にまでに来なかったら、プロポーザル下げるって言うかな。なるほど、ちょっと無理じゃないか、はい、ところがですね、そのギリギリの5月1日にメールが来た、アプローブされましたと、はい、忘れてたんちゃいます。いやでもちょうど4月の頭ぐらいに、3月ぐらいかな、はい、もうちょっと待ってくれっていう、なるほどね、ありましたね、はい、誰が反対してたのかとか知らないんですけど、はい、一応ですね、聞いた話によると、マレーシアとシンガポールを蹴って、そうですね、オリンピックのごとくね、戦いがあるんですね、このアップセックどこで開くかっていうのがね。ただ僕ら戦った覚えはない、はい、ないですねということでですね、アプセック、アジアパシフィック、ね、2014が3月の17から、はい、20日まで、17、18がトレーニングデーですから、トレーニングを、まあ、買われた方が来られる、はい、そうですね、なんか受講されたい方がね、はい、で大団円が19、20です。はい、そこが本番という感じですかね、カンファレンスの、まあ、はい、今日のこのノリを2日間このノリを2日間開催することに決定いたしました。はい、皆さん拍手お願いします。ここまではいいんですよそうですね、ここまではいいんですね、決めるのはね、決めるのはいいんですけど、ね、今だってオワスプね、ジャパンフェイスブックページでいいねしている人はまだ500人いっていない。ああ、そんなくらいなんですね、延べ人数で1500人ぐらい集めているのに、はい、ね、で
果たしてこれをやったところでみんな来てくれるかどうか。そうですね、しかも、ね、当たり前ですけど有料なんですよね。有料です、はい、今日も有料ですけど、今日どころじゃないぐらいに。まあそうですね、はい、一応いろんな方々も来られますので、はい、そしてですね、一応ここで内緒ですが、この、ロケーション東京ジャパン、まあ、漠然としますね、あれな、あ、ここに書かないのか。あ、場所はですね、なんとお茶の水のですね、ソラシティカンファレンスホール。多分あんまり知らない。え、いや、今あちゃー言うた人もいましたよ。お茶の水のソラシティ、いいとこですよね。新しくできたところなんですね、はい、旧日立本社の跡地にあるところですね。そうです、はい、ぶっちゃけこの提案を出した時には存在しなかったホール。そうですね、はい。そしてアプルーブドっていうメールを受け取った時には、ギリギリできてたホール、はい、なのでそのホールを紹介されてウェブサイトを見た時、はい、ほとんどのページがカミングスーンだった。そうですね、載ってなかったですね。行くまで何もわからなかったです。行くまで何もわからなかった、はい、行った瞬間決めましたね。すごいいいところでしたね、はい、はいはい、ということでですね、今後このいろいろアップセック、他のアップセックを見てみると、コールフォーペーパーとか、スポンサーとか、まあ、あとですね、まあ、夜はパーティーここでやろうかななんて思ったりしてるんですが。そうですね、コールフォーパーティーもやりたいと思ってるんですね。なるほど、はい、というようなことだとか、もちろんその小井峠さん4日間出ていただかないといけないし、はいはい、カメラマン、カメラマンも必要出番でいただいてとかですね、はい、まあ、あと路地とかね、はい、路地周り、あと外国人がやってくるんで、はい、まあ、今から皆さんちょっと英語勉強しないといけなくなっちゃうじゃないですか、はい、あとオアスプといえばチャリティーランなんで、5キロマラソンがありますよ。そう、はい、まあ、面白い話はいろいろあるんですけど、はい、組織作りをやらないといけないですね。やっぱこれ、こういった大きいカンファレンスを運営していくには結構な労力が必要なんですね、はいはい、ということでですね、ここで皆さんにお願いはですね、このオアスプジャパンサポーターになっていただきたい、はい、ぜひぜひお願いします。あれ反応しいな。何かというとね、平たく言いますよ、まあ、いろいろそのイベント周りの、ボランティアは必要です。あとはウェブができる人必要です。あとは、プロモーションとかマーケティングの知識のある人欲しいです。あとはコピーとかデザインとか、そうした事柄にボランタリーで携われる人、これはですね、本当にデザインをする人にはお金をお支払いもちろんするんですけども、そういうアレンジをする側っていうのはどっちかというと意思決定側の方が必要です。あとウェブサイトを置かないといけないんですが、そのウェブサイトがはくられるとやばいんでこれをですねオワスプのボードからはワードプレスでやれっていうつまり試練ですよね。そう、あれですよね、修行みたいな感じですよね。完全に守りきるところに意味がある。意味があると。なのでですね、この試練にも耐えられるチームを作らなければならない、はい、最強のハッカーチームが必要になりますね。そうですね、はい、まあ、ハードニングプロジェクトに無茶振りしようかなと思ってます、はい、なるほど。いやいやいや、ダメですよ、本当にはくらないでくださいね。まあ、ハードニングプロジェクトのウェブサイトもですね、1日何百というアタックがあるんですけれども、まあ、そういうようなことで、ちょっと何かそのイベント運営という視点、あるいはそのコンファレンスを作り上げていくという視点で、この際この年度末までちょっと自分 の, 空いてる時間を使おうかなと思ってくださる方はですね、本当にこの辺まで連絡をいただきたいんですね、はい、で結構もう本当いろんなところで、必要になってきます。でもし関心があったらですね、そのイベント運営に関する、ミーティングをまさに、まあ、またここでやるとか、はい、それのためのちょっと調整のイベントとか会議とかもやりたいと思っていますので、まあ、オアスプジャパンのメーリングリストに入っていただくとか、消えます、あるいは、あ、いいですよ別に、はい、あるいは僕にですね、なんかこういうことで役に立てるよっていうようなことを、本当に困ってるんですよ。本当に困って、こういうね、単発のイベントってバーッとできちゃうんですけど、ちょっとね、やっぱり適当にやったらもったいないと思うんですよね、こういうイベントって、コンファレンスってね。なので、ここはですね、一緒に盛り上げていける皆さんを、お願いしています。はい、で、こう端っこの方にいらっしゃる竹迫さんとかですね、あるいはその向こうの方にいらっしゃる先ほどの楽天の方々もそうだし、まあ、そのいろいろこう知恵と力を持っていらっしゃる方も協力してくださると、まあ、言っていただいているので、きっと関わるといいこともいろいろあるんじゃないかと思うんですね。
ですからここは一つですね、もうぜひ OWASP サポーターになっていただきたいというようなお願いで、これが最後のお願いなんです。はい、はい、本当に皆さん何卒よろしくお願いします。まあ、なんかできることあるんじゃないかなと思う人、ふわーっと手を挙げてもらっていいですか。おお、はい、記録してみんなカメラ写真撮って、はい。マネジメントの問題というのはどちらかというと、まあ参加する側から見たら興ざめするような内容を調整しないといけないこともあるので、本当に仲間になってくれる方々をお願いしたいと思っています。でもちろんその、コンファレンス開催の時はですね、一緒にですね盛り上げていただいて、まあ、皆さんのように早耳の方々がググッとお安く入れるように割引も交渉しますのでね、そういうことでぜひ、盛り上げていただければと思います。よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。それでですね、グッズですかね。はい、恒例となっておりますグッズの争奪戦ですね。もうみんな我先にと欲しがるこのワスプグッズはい、なんとですね、お今をときめくこの、そっちから行きますか。あ、こっちじゃないですか。あ、こっち、いいですよ。どっちがいいですか。まずですね、アップルさんは新しいラインナップをパソコンね、お出しましたね。パソコンじゃない、いや、いろいろ出しましたね、しましたね。はい、そして、最近は、サーフィスプロとか、はい、バイオとか、はい、全てのサイズに対応しているというおよそいけるこの堅牢なレティーナ入るかな。レティーナ入れましょう。入れましょう、はい、入りましょうというこの、オワスプバッグですね。皆さん欲しいですよね。あれ、そうでしょう、はいはい、そしてですね、これを、なんと1名様に、そして先ほどもネタ振りしましたが、オワスプトップ10のマグカップ、素敵、オワスプトップ10 2010 、昨日今日でこの価値が乱高下しておりますが、本当昨日発表されたんですよ2013年そうですね、これはもし右利きの方が飲まれる場合ですね、このオワスプトップ10がこう目の前にこう見えるわけなんですね、はい、常にね心にクロスサイトスクリプティングを抱えるいやいやいや違うんで、これね、はい、コーヒー入れてって頼むじゃないですか、はい、ね、家人でも同僚でもいいですよ、はい、ブラックなコーヒーが入ってきますよね、はい、でパッと飲もうかなと思ったら、AH インジェクションって書いてある。インジェクションですね、ま、何が入ってるか分からない、はい、怖いですね、ヒヤーとしながら、ね、まあ虫の絵ですしね、思ってもそうですね。ですのでこのマグカップを使う場合には必ず自分で入れないといけないという、ね、はいはい、コンテンツの、クオリティは自分で担保しましょうという、はい、学びの深いですね、はい、カップということになっております。ということでこのカップ欲しい方、あ、意外といっぱいいる、やった、意外と少ないな、はい、じゃあ、バッグが欲しい方、あ、バッグが欲しい、バッグもいます、ほぼ全員ですね、はい、バッグ欲しい、ひどいひどい、じゃあですね、いいですか、このコップ欲しい方、皆さんちょっと出てきていただいていいですか。ちょっと出てきていただいていいですか、はいはい、コップ欲しい方、ね、今からじゃんけん大会この前でやりますので、はい、出てきてください、パパパパーとね 2,3 分でやってしまいたいのでお願いします。はい、はい、これね実はねインタロップの会場でもやってきたんですよ。でもらった側はね、このオワスプって何やろうって思いながら持って帰っていってしまう、まあ、認知率2割ですからねはい、そうなんですね、はい、はい、あ、ちょっとずずっと、あ、はい、だいたいいいですか、前の方にお越しください、はい、お、結構いっぱいいらっしゃいますね、あ、いいですね、いいですね、やっぱりこの岡田さんとじゃんけんすればいいんですか。あ、そうなんです、はい、そうなんです。で、今からですね、簡単なルールを説明させていただきます。僕とじゃんけんして一番勝った人はなんとこのカップがもらえ、はい、二番目に勝った人がバッグがもらえる、バッグもらえるとね、はい拒否権なしっていう、はい、そういう方向性でいきたいと思います、はい、いいですか、はいはい、グ、はい、グーです。最初はグー、じゃんけん、ほい、おー、はいはい、勝った人だけ残ってください。勝った人が残ると、おー、4人いらっしゃいますねすごい、じゃあこの4人でじゃんけんしてください、はい、4人でじゃんけんですね、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ、 お
じゃあこれじゃんけん、そこで、はい、じゃあじゃんけんしてください。あ、ありがとうございます。なんかあの大人の対応されました、もしかして。じゃあでは、はい、素敵な彼女には、はい、トップ10マークアップ差し上げます。はい、はい、じゃ あ, あのこちらの素敵な選手には、はい、あのカメラマンですね。はい、はい、じゃあこちらもバックで、はい、ありがとうございます。じゃ あのこちらのバグ、あ、ぶっちゃけ嬉しい、あ、ありがとうございます。はいはいはい、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まだ次からまた違ったノベルティで用意していきたいと思いますので、はい、じゃあ本日は、はい、およそ全ての、まあ、プログラムは終わりという、終わりですか、ね、はい、はい、じゃあ最後にですね、オワスプのボードメンバーを、現ボードメンバーで来られてる方々ちょっと出てきていただいていいですか。はい、オワスプボードメンバー、オワスプボードメンバーの方、はい、はい、ネギさん、カナさん、はい、皆さん、はい、ね、ボランティアでいろいろとご協力いただいてますので、そうなんです、この誰かに声をかけていただいたらいいからね、はい、ということを示したいので、一番まったりしている方々、はい、大体オワスプボード、竹迫さんも、はい、アドバイザー、はい、ちょっとずずずずと出てきていただいていいですか。はい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 、どうぞ竹さん、真ん中にどうぞ、長谷川さん、そうそう、え、正座、なんで正座、なんで正座、あれ、まだいたはずだ、ドラーちゃん、どこ行った、ドラーちゃん。はい、そうですね、 あれ、ま、なんか誰か逃げてるような気がするんだけど、おおよそ、あ、そうですね、まあロバート・ドラーちゃんです、イエイ。そして福本さんです。あれ、赤嶺さんがいない、帰った。そして今日の、キーノートスピーカー、長谷川さんです。そして今回はスピーカーを推薦する側に回られました、セクコンで今やもうテレビでも沸騰中の竹迫さんです。そして、まあ、このイベント関連も含めてですね、いろいろご指導いただいております、まあ、セキュリティ界のですね、まあ、どう言ったらいいんでしょうかね、おばちゃん、女番長。世話焼きの、あ、殺していいです、後で。で、かなさんです。そしてすべての無茶ぶりをですね、もう完全にファイアウォール以上の精度で受け止める男、根岸さんです。はい、そして、そうですね、サイバーエージェント地のですね、セキュリティ関連の、ものすごくリーダーシップを発揮していらっしゃるんですが、今月末はですね、一緒に地引き網を引くんですね。その時のですね、ビールサーバーの管理者でいらっしゃるという、はい、ビールかサーバー管理者のアシスタントだという、ね、このどんな贅沢なイベントやという話なんですが、野渡さんです。まあ、このように大変屈強なチームでオワスプジャパン引き続きやってまいります。はい、そうですね、本当皆さんのおかげで私も助かっておりますので、ありがとうございます。最近教科書を書かれました上野千です。徳丸さん、あれ、徳丸さんを書いちゃった、まあ、徳丸さんも美味しいとこ持っていきましたよね、さすがですよね。はい、まあ、ワスプのボードメンバーで別にですね、人数制限があるわけではないので、俺にボードをやらせろなんて、ね、大歓迎ですので、またサポーターもね、ちょっと、ね、はい、いろいろと、まあ、目指すところとりあえず300人ぐらいですかね、300人。はい、もうサポーターだけで満杯、満杯ですね、いっぱいですね、はい、楽しくやっていきましょう、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみにこの一亀さんも一応紹介しておきます。一亀さん一亀さんね、山城さんなんかクリエイティブ担当とか言うと、実はラックのね、モバイル担当のセキュリティ、はい、よくテレビに出てらっしゃいますから、アンドロイドセキュリティとか、ね、そうですね、はいはい、まあ、このようにですね、人材の贅沢な無駄遣いを、カメラマンですからね、アンドロイドセキュリティの人が、ね、はい、まあ、ボードの皆さんどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。このお店まだゆっくりできるみたいなんで、ビールのチケットは最後まで使い切ってですね、まだゆっくりして帰ってください。そうですね、ネットワーキングというのもね、ワスプの一つの目標ではありますので、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、皆様本当にありがとうございました。あ、楽しかった。